ヤマシンさん、桜の花びらありがとう。ヒクさん、桜の花びらありがとう。ねえ、2人は何時から始めるの？ブログをかけたら。ああ、OK。わからない。なんか私だけさ、一人で話して寂しい人みたいじゃん。かまって。ソルームってそういうものだよ。あ、確かに。納得してくれた。くさん、桜の花びら。ヤオトンさん、団子。まっちゃんきゅうさん、桜の花びら。ヤオトンさん、桜の花びら。イケビシさん、桜の花びら。ひまわりさん、桜の花びら。コーラさん、桜の花びら。くまねパパさん、桜の花びら。ありがとう。お前髪、今日は巻いてる。例の人って誰ですか？いちごですか？いますね。ねえ、そうやって名前を出しちゃいけない人みたいな言い方するのやめて。ごめんね。もういっちゃい、女性の。どこがだよ。ヨシイさん、桜の花びら。イラツグさん、桜の花びら。ラベンダーさん、桜の花びら。ありがとう。そう、ゆゆいです。今ゆゆい。そう、神谷隆さん、桜の花びらありがとう。山梨ベスト8入ったって、おめでとう。え、徳島はどうなの？徳島もだよ。じゃああと1回勝ったら、うん、対戦。そう、まひなさんの母校と、うん、やばすぎ。モーさん、桜の花びらありがとう。ラクさん、桜の花びら。モーさん、団子。レグルさん、桜の花びら。マチさん、桜の花びら。モーさん、団子。ユンさん、桜の花びら。ワンタさん、桜の花びら。ヨシミさん、桜の花びら。シマさん、桜の花びら。ありがとう。すごいたくさんだ。桜の花びらね、桜の桜見に行きたい。集合で集合。あの、通称私と、ね、いちごとゆうなとあのひーちゃんの4人で集合組と言います。いつもレクルさん、桜の花びらありがとう。集合組ズーデさん、桜の花びら。コーラさん、桜の花びらありがとう。今日はなんか前髪だいぶ伸びちゃってめっちゃくるってしてる。意外といいんじゃない？意外といいかも。でもそろそろ前髪切るけど、集合組で確かに花見行きたい。集合組はいつも外出るときすっぴんだからちゃんとメイクしようね。花見行くときは。ズーデさん、桜の花びらありがとう。リラクマさん、ハートありがとう。イクオピョンピョンさん、桜の花びらありがとう。デコトラさん、桜の花びらありがとう。そう、集合組。ひーちゃんが全部おごりできないでしょ。こんばんは、こんばんは、かわいい、ありがとう。すっぴんでさんっての、あ、でもリップだけ乗った、さっき借りた。ガバさん、桜の花びら。リラクマさん、ハートありがとう。前髪、え、ミューポンね、ワンちゃんをね、なんかレッスン後とかに今日ワンちゃん見に行くんだって何回か言ってたから、そろそろかなって思ったね。お迎えしてたよね。知ってるよ。コーラさん、桜の花びら。フリーダムさん、桜の花びらありがとう。いいね、ワンちゃん。一人暮らしだとさ、ね、ペットとか飼いにくいじゃん、やっぱり。お泊まりとかの時に大変。デイリーミッションでキャンペーン対象の三色団子今ゲットできるらしい。ありがとう。そうらしいよ。そう、団子もね、あの30万ポイント50万ポイント、あのボーダーがある方のキャンペーンの方の対象ギフトだから、だったら待ってます。団子ユナに変えたらアイロン。いいよ。一匹はやんちゃ。そうなの？あ、そっか、さっき配信しようと思って。でかい方。フリータムさん、桜の花びらありがとう。前髪タイム。いいね、それ。いいよ。どうやってつけるの？これ何これ？一個ボタンを押したらつくよ。シマさん、団子ありがとう。うん、そう、この団子が今日は多分入ったんだ。見える？うん、めっちゃ見える。ありがとう。チカチカ鳴ったらできてる。え、そう、リアチューがこれ使っていいって言って LINE 送ってくれて、いいやんって言って。そう、今度ツーショット来る？
ぜひぜひアルバムはどういう感じになるかわからんけどね、待ってるよ。のりさん、桜の花びらありがとう。おお、つくつくつく。アトリさん、団子ありがとう。じゃがいもさん、ハートありがとう。じゃがいもとかどうしたのあれ？まだあるよ。あるの？え、人参回収しちゃダメ？いいよ。やった。人参食べたくって今。人参さん？人参さん？さっき言ってくれたらあげたのに。マジ ？B 型メガブドン、メガブトーンさん、桜の花びらありがとう。今日はや。今日は私んちでもなく、いちごんちでもなく、ゆうなんちです。山新さん、団子ありがとう。なんか私言えない子みたいだよね。うん、ないよ。あるよ。あるよ。そうないじゃん。あるよ。だって最近ね、転々としてるから、同期の家を。ないよはやばいから。そこはハモらないで。そう。リアちゃんと距離近い。私でも人との距離が多分パーソナル、何？スペースなんていう距離が近いんよ多分人と。へ、どうしたどうした。そういろんないろんな子の落ちてる、主にイチゴ。そうそう、今日は違う女の家から。うん、このさ内側さキュッてちょっと曲げたらいいじゃん。いや、ちょっとまあどっちが事実。え、ちょっとだけ曲げたらいい感じな気がする。でもやっぱ短いね。おかしいよね。家出少女、家出してないよ。一人暮らしなの、家出したら家のこと回らなくなっちゃうじゃん。ありがとうございました。本命は誰ですか。いや、3期みんな好きだから。ミシェルボーイさん、桜の花びらありがとう。みんな好き。 DD だから、私 DD かっこ同期大好きだからずっと言ってる。DD、 いやじゃあこれでありがとうございます。はい。誰か返事した？私。なんで？ブログってさ、びっくりマーク多めになっちゃうの。え、わかる。え、びっくりマークめっちゃ。びっくりマークしか使えないよね。え、そうなのよ。びっくりマークやっぱ増えるよね。なんだ？すごい。測ってくれる人がいた。なになになに、ちょっと見せて。なに、見せて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 。見よ。見せて見せて見せて。見せて。ちょっと待って、一瞬オフにする。オッケー、音声オフにしました。こにゃまるさん、桜の花びら。ミシェルボーイさん、桜の花びらありがとう。オフにしましたって言って喋ってるのおかしいから。そう、DD の解釈。そう、私は同期大好きの DD だから、みんなと違うから。そう、日曜日行く、本当に待ってます。こんばんは、こんばんは。こにゃまるさん、桜の花びらと団子高直さん、桜の花びらありがとう。ねえねえ、助けて。ゆうなん、ここってさ、一人ってこと？うん、嫌なんだけど、一人とか。オンにしました。甘えん坊いますかみんな。今日はご飯はもう食べてきた。私2日連続でうどん食べた。そう、ジュブアン DD です。知ってます。ケンケンパーさん、桜の花、違う、団子ありがとう。こんばんは、こんばんは。
サンキューはって言ってた、サンキューちゃんはって言ってたけど一番言うにありがとうございます。ずっとそうで言ってください。こんばんは、こんばんは。マーガムの私のバッグ、これ。え、何持ってきたの？お菓子。今ごくさってもいい？いいよ。お菓子、お菓子何がある？ないよ、いいのにあげるものは一個も。いつだよ。見ていいよ。宮丸さん、漫画ありがとう。お菓子食べてから後にして、お菓子の前のして、じゃあお菓子なんて食べませんもん。食べます。ガヤがないのがもったいない。ガヤよりおもろいから。そう、みちさんね、なんかあるみたいね。重大発表、なんだろう、なんだと思う。みちさんから重大発表、気になるよね。いや、集中しちゃってるから。ゆいな、ゆいなじゃねえわ、間違えた。いちご。今夜は、今夜は石原ゆうな家です。ない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 。オンにしました。次期キャプテンの発表、確かにありそう。確かにありそうだよね。何時から？えビスコ一言ち持ってった。え、みちさん何時からの？27だっけ、いつだっけ。もうそろそろだよね。なんかこれ実質写真集じゃない、それは。うん、昼は肉うどんの特サイズ食べてきた。昨日私は明太釜玉の特サイズを食べて、今日はかけうどんの大を食べた。え、勝手に四国観光大使がね、あのちゃんと観光大使になってたよね。すごいよね、あれ。びっくりしたもん、見た時。って思って。ルームツアー、ここはユーナの家なんでできません。あの呼ばれたメンバーに可能性、あ、みちさんのに。どなただ、まだそこまでチェックできてない。いつちゃさん、桜の花びら、ありがとう。ちょっと見てみよう。 X？ X か、公式ファンクラブ。いや、違う。そう、公式のね、観光大使すごいよね。インドネシア、怖すぎ。こんにちは、怖すぎ。チャンネル卒子の配信、あ、それは確かに思う。確かにね、それは思う。ヤマちゃん、魚の花びら、ありがとう。かわいすぎ。はい、優勝。いや、かわいい。みちさん、あ、出演はみちさんとみなみさんとあおいさんとあかりさん、あかりさん。29日の夜9時から。今日は26か、まだちょっと後だ。うん、なんだろう、気になりますね。すごい、公式の四国観光大使すごすぎるから。私も四国入りたい。勝手に名前変わるんかね、どうなんだろう。ノブロブイさん、ハート、リクルスさん、団子、マックスさん、ハート、マツさん、桜、ウマちゃん、桜、ありがとう。スカイ、なんだそれ。え、そう、こういうのが見たかった、ありがとう。インドネア、インドネシアに作るの。今のところご予定はありませんね。こういうの大好きだ。大好きだ。こういうのが見たかったんだよ。何？だね、誰大好き、そういうの。こんばんは、こんばんは。あ、ちゃんとあるんですね。よかったです。あー、ユウなので、ユウなので。かわいい。家に帰らないの？家には帰っております、ちゃんと。毎日配信中にこの人ん家にいるだけで、基本私自分家です。これだよ、これ。勝手に四国観光大使公式。高野さん、桜の花びら、ありがとう。本当に四国担当で、本当に四国観光大使。本当に面白いね。勝手に、勝手じゃない。
公認四国観光大使でいいじゃん。公認え、かわいすぎるがよ。何、二人はいつ配信始めるんですか。ブログ書いたら大人なので、ちょっとあとどれぐらいで書けますか。あとは写真を完成させる、はあ、写真を選ぶ、しや、メールを送る。私ぼっちだよ。牛観光大使やるやん。なれないな。そう、メンバーの家でそう配信して回ってる。趣味メンバーの家で配信をすること。特技居候。いやだ。こんばんは。そう、あ、確かに341日連続配信だから2週間後もう365なの。じゃあ私は 何日に365日迎えるの。365日の紙飛行機って感じで、いつ迎えるの。2週間後。どうした。なんか集合写真ないかな。集合写真、集合の、え、あれは SS ミーティングの時のやつ。あー、確かにある。それが探したかったんだよ。中部地方のメンバーで勝手に中部観光大使。確かに中部何人かいるもんね。ピュアル舞台の、バスガイドさんの衣装確かに着てみたいかも。いつ、趣味家庭訪問やばいから。やばすぎるから。どこに集合写真あるの。ん、グループライン。あるよ、待ってね。グループラインだね。ラファエル、ラファエルさんかな。ハート、ありがとう。エアドレス、あ、あった、天才。何、2週間後は、2週間後はいつ。4月の6日。よし、じゃあメールが届いたぐらいに入ってみようか。かわいい。4月の頭ぐらいにか。もう1年か、早いな。365日をもう配信してるのか、やばいな。うん、広島前の方に当たった。本当、そりゃ嬉しい。私たちは本当にどこに出るんでしょう。わかりません。全然どこに出るんですか。食べること忘れないでください。食べてます。かわいい。もう2週間で、そっか。あ、そういえば昨日ね、あれ340日だったから毎日配信のチケットが届いたから2枚になった、残り。嬉しい。かわいすぎる。1枚でギリギリ起きてたから嬉しすぎる。なんでおつまみなんですか。おつまみが好きだからです。オーディション時代から決まってました。ウィンさん前座の発表は設定説、それはやばすぎるから。こんばんは。ゆきゅきゅか、ゆきゅきゅか。この大好きだ。365。かわいい。今日の X の投稿どうしよう。トレンド見てみよう。忘れてたから。こんばんは。使っていい。どういう表情。いいよ。このままでいいな。かわいい、これ。これ？え、いいんじゃない？知らない。見して。どうだと思う？謎表情って書いといて。なんかどういう顔って感じ。かわいすぎます。今日のトレンド。今日のトレンドは格付けチェック今やってるの？かわいい。これちょっとできる。なんかあるかな。かわいい。もう写真がない。自撮りがない。待って、自撮り切れ。自撮り切れ選手権。自
手取り切れです。うーん、ちいかわラーメンってなんかトレンド入ってるけど何チャレメロ分かんない。あ、そう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 、バリ固めひーちゃんが今日買うか迷って。え、そうだったの、買わないっつってたやつ。買わないのかい。へー、え、これかわいいよ。でも見て、何、お、かわいい、ふりかけみたい、ゆいなみたい、かわいい。間違えた、ちいかわ間違えないで、しくろちゃんえ、だよね、おった間違えないで、しろちゃん、くろちゃんとしん、あおちゃん、今日も一人じゃないです。こばちゃん、団子ありがとう。リンゴちゃんって言った。いちごだし。あ、お、あ、番組見てくれたの。ありがとう。いい、髪はどんなケアをしてる？いろいろしてます。トリートメントに行ったり、家でもケアしてます。7周年ツアー全部髪こで撮ったの。全部。すごい。どこが撮れるはず。撮れるかな。撮れるかな。どこに行けるんかな。早くね、知りたい私も。ありがとう。てください。こんばんは、こんばんは。タムタムさん、団子、わたあめさん、桜の花びら、ありがとうございました。非常に素晴らしかったです。どういたしまして。ひーちゃん来ないの？ひーちゃん来ないの？ひーちゃんですか、うん、呼び出してください。私今呼び出せる器具がない。ひーちゃん、あ、そしてかギフタメハマった。いいね、ギフタメ美味しいよね。いた、名古屋のパルコでちいかわのラーメンやってんの。じゃあ私帰った時食べれるじゃん。髪を結ぶ、髪、髪たまに結ぶよ。ブレイクラインさん、桜のハビラ、まことさん、桜のハビラ、ありがとう。もらう、もらっていい。どうなってんのこれ、こうか。ゆうなも映れない。もう映らない。はい、ブログを考えてるから。もうなんか、え、なんか大きい。3月19日限定オープン。そうなの。いつまでやってるんだろう。ねえ、何して。嘘だよ。3人だよ今日は。その前髪かわいって。無理。STI さん、団子。ありがとう。団子じゃない。うん、ありがとう。大きいこれ。ありがとう。ショットコーンの周りにチョコがコーティングされてるみたいな。もうちょっと買っとけばよかった私も。え、まだいける。ソファーないと確かに違和感ある。湯漬けされてる、されてるかも。何今できた。ほんとこれしか持ってきないよ。スプマンテさん、桜の花びら、ありがとう。私まだお腹空いてる。私とイチゴとで、この家はリュウナンキ。こんにちは、まことさん、桜の花びら、ありがとう。めのさんがいいねしてくれた。どれに。え、2回戦突破した。え、まひなさんに送ってみたら、もうちょっとで母校同士が対戦かもですねって。次楽しみすぎる。え、ね、明日かな、違うかな。終了日は未定だけど事前予約。あ、そうなのか、分かんない。なんか先の予定があんまりわからないから、どうしようね。そう、ゆうなんち、そう、いちごんちじゃないよ。
エイタンさん、桜の花びら、ありがとう。食べる。ありがとう。インドネシア語で話してください。なんかある？マジで分からんかも。ジャカルタかな。テレマカシーって言ってテレマカシー、うん、とつサラマッパギーって。サラマッパギーどういう意味？アイドル。うん、サラマッパギー、テレマカシー。オッケー、こんばんは、こんばんは。ねえ、みんなトランプしよう。ブローグー言うの見てないのにさ、すごいね。トマト今こうやってた時にさ、トマトの使ってくるから。やってたの？え、こうやって撮って、こうやってた瞬間に、まあ、一画と私は見てたから今。ユーナも一緒に止まったからびっくりした今。そう、いずちゃさん、桜の花びらありがとう。ね、ユーナナイスすぎる。背中に目ついてるもんですね。そう、ゆゆ配信の時もしたよね。そう、天才だよね。もうみんなのさ、うん、お家がさ、立ち入り禁止すぎて私のお家に来るのなんなんマジで。なんなん言うの。確かに。最近ひーちゃんち行ってない私。ね、私も行ってない。最近行った店だろ。入れろよって感じです。始める？いや、ゆいなんちやろやっぱ。なんで？ここ私んち居心地よくないの？綺麗だよ別に。うん、綺麗綺麗。え？私の嫌いな。っ端っこに寄しといて、ここに設置して。ありがとう。でもまだ始めないから、ごめんなさい。そこは5個ですか？イエス。なるみさん、さてはハミラ、ミシェルボーイさん、結婚してありがとう。イッタンさん、団子、リュウさん、桜のハミラ、ナナイさん、桜のハミラ、ありがとう。3人の中でユンナンチが一番綺麗？わかんない。なに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 、怖い怖い。ねえ、100分かわいい。どうしたどうしたどうした、ちょっと待って。ありがとう。あー違う。あー、なるみさん、団子とハート、ありがとう。いちごくんと奥田ちゃんの名前もかわかいけど、ユンナさん名字もかわかんないで一緒に見たいです。後で多分見せてくれます。結婚はできません。17歳です。法律が変わり16歳から18歳に結婚の年齢が引き上げられたので不可能ですね。え、ごめん今のは。もうないです。もうしまいって感じで。雨は今は降ってなかったよね。今は降ってない。でも昨日降ってた。全く同じ。違う。もう写真がどうしよう。サムネイルの写真、ブログの1枚目ってこと。そうそう、大事よね。大事。ここはなんか私のより頑丈や。高いこのスタンド。いくらした？めっちゃ高かった。うん。でもショールームの、うん、ショールームのイベントで、うん、もらったやつで買った。うん、一番いい使い方。ユナはそう、結婚してギフトは罰するよ。何しも罰しようかな。たかしんさん、桜の花びらありがとう。あかりの服可愛かった？本当？この間買ったの。インドネシアにいたら私と一緒に遊びませんか？ナンパ？インドネシアに今後行くことあるかな。なるよ。コンセント借ります。はい。
違う、自撮りしてないと。いやもう朝さんの家じゃないでしょ。当たった。え、刺す場所も違う。私ここだ。新名やめて。本当だ。あー明るい。クロちゃんみたい。明るい新、明るい新。体操服だと思われてるらしいよこの服。スニーカーから普通に考えてる。体操服だと思われてるらしい。普通に考えて私の服だから。マレーシアに行く予定もありません。いいなみたいにやらんよ。1時間ぐらいかな。やるかな、1時間って感じです。本当に、うん、本当に帰ってまたやる。うん、そうだよ。手作に見えるだって。違います、ほら。で後ろもいいでしょね。普通に私の服だから、ごめんね。いいよ、ありがとう。始めちゃいます。そう、バイズさん、ハートと桜の花びらありがとう。1億人にバズレが考えれるってこと。そうそうそう、でもタブレット持ってきた、考える。でも投稿はスマホでやる。うん、私もメールを、ね、送りたいので。いちごのさ、配信見とったらさ、なんか一旦切るわみたいな。よくあるね。コーラさん、桜の花びらありがとう。クリパクはしないよ。全く同じ。違った。何、そのこれ定型文違うか。んやっほー。そう、3人かんすけさん、ハートありがとう。前髪切った、うん、ちぎられた。ハートはリンガーティー、リンガーハットってこと。今日もパーティー。こんばんは、こんばんは。アミカさんの服、あ、イチゴのこと、もしよかったら今すぐシャワーを浴びに行きます。どういうことですか。ねえ、セクハラしないでください。誰かみんな助けてあげてね。はい、人任せ。だってそう、違うよ。ミシェルマイさん、ハートありがとう。みんな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 これしてねってこと。うん、やっほー。なりゆいなだよ。おい、こっちは足面です。本当、え、なんかゆうなの部屋漏れる。やったー、ゆうなの部屋しか勝たんの。こんばんは、こんばんは。やこっちの画面漏れる。どう、ゆいなの配信画面は漏れない。なんで。福さん、花びら、すみつさん、ハートありがとう。でもさ、コーラさん、星ありがとう。自分の配信画面があるじゃないか。あるね、それぞれ。前髪ザッギザギザ感あるのよ。それは彼が私に紹介してくれた友達です。どういうことですか。二人顔が似てきた。嘘でしょ、全然顔の毛と違うよ。 Can you speak English? インドネシアNo. Can you speak English? インドネシア。違う違う。こんばんは、こんばんは。こんばんは。さおさん、花びらありがとう。お団子もありがとう。運命の相手ってさ、顔が似てるって言うよね。全然似てないよ。つまりマジで似てないよ。全然どこが、どこが一緒なの。人生方向音痴さん、花びらありがとう。白の母校、え、ね、他のさんから、ベスト8、前髪の感想はどうでしたか。なんか、なんか変だよって言われました。なんかさ、いつもだとさ、これがさ、こう入るじゃん。まっすぐこういってるよね、今。東と西くらい違います。人生方向音痴さん、違うでしょ。ありがとう。北海道と沖縄ぐらい違うから。いつも漏れてるよ。あ、ありがとう。そう。設定違うから、そう。フィルターとかもあるし。田沢さんもゆゆに加入。いいだから、どう考えても。私ね、フィルター多分してないよ。直ってないですよ、ほら。フィルターかけてみたらさ、なんかさ、良きになると思う。これで前髪見ない。フィルター、見てて。見てよ。こんばんは。なんかめっちゃ肌白くなっちゃう。ほら、違う、フィルターじゃない。いい、ちょっと違う、やめて、これでするから。喧嘩。ハロウィン、なんかこれ口だけ明るい。ユチゴとかおかしいから。普通に昨日より伸びてるわけじゃないよ。私が必死で伸ばしたから。なんか黄ばんでる見て。違う、やあ。ひーちゃんはなんかもうどうしようもないから伸ばしなって言われた。のりさん、お団子ありがとう。どれが似合うかな。これだよ、私はフィルターかけてないもん。ちょっと黄ばんでるやつの隣、ラリローみたいなやつもうちょっとだけかけてる。本当にちょっとじゃない、ほら。じゃあどちらかというと、あのこれ、これ、これが、これ、うん、これ、うんうん、って感じ。こんばんは。
コッティの配信のが白っぽい気がする。本当に。あ、いや、オリジナルで何も入れたしない。私もでもこれはするよ。ほら、え、なんでそんな、あ、こっちかな、じゃあ、うん、こっちかも。これはどう？うん、こういうな気がする。だっけ、白っぽくなっとる。なるほどね、いろいろ設定があるのか。そう、目を大きくする格好、え、あるよね。イケピーさん、ユナも今配信してない。マイラ、ありがとう。私の友人知らせてください。小山田さん、団子ありがとう。そう、前髪今日はくるってしてる。いいでしょ、なっぽい。やったね、そう、色面白い。のそう、びっくりだぜ。おめえ、出たくなる機能あるんかね、知らん。私の声待ってます。ガモさん、ガモさんか。桜の花びら、ありがとう。私も友人入りますか。モティさん、マークさん、 3.75 さん、花びら、りょうさん、お団子ありがとう。同棲すると喋り方に似てくる。似て、似ない似ない。なんか同棲してる。いちごと似ない似ない。赤抜け具合やばい。今日すっぴんだよ。今日すっぴんだよって。え？もう長かった。何？何？なおさん、花びら。そう、いちごとは運命の相手じゃないですよ。マックンさん、レディースかご飯。お団子ありがとう。インドニージアに聞こえる。そうなの？ツイッターバズったけど、それを覚えてて連絡くれたんかな。あ、そういうこと。無過去が一番、確かにね。ちょっとノーコメントでごめんなさい。ノーコメントって、あの、ハンドリーありがとう。ノーコメント、アイアムスカイ&ユーファイ。はじめまして。どういうことですか。タレシカさん、英語喋っちゃった。キツナビで調べた。おー、何、異性別かも。アイアムスカイ&ユーフー。アイ、私はスカイです。あなたは誰だから自己紹介して。マイネームイズ、マイネームイズユーナ奥田。ユーナとバーベキュー、私もしたいです。カナオさん、昨夜の花火ありがとう。バーベキュー、バーベキュー、バーベキューしよう。私はスカイ、キャリアウーマン。そう、なんかね、そう、さん、フィルターがいろいろあるけどね、よくわかんないからね、何もフィルターかけてない。結局なんか私が使っちょっとだけかけてるやつがあるじゃん、なんかちょっとイエベ向けみたいな、そうなの、色合いなのよ。ナナさん、ハートありがとう。しならばイチゴとマッチングしたことあるの？本当？私もイチゴとあるよ。プライベートでじゃなくて、なんかたまたまやってたイチゴと当たったことある。やばい、ピンク星人みたいに。え、それ私とお揃いの服だよね。え、今度一緒に行くよ。嫉妬しちゃうから。なんで私の分は買ってくれないわけ？あれか、あの時買ってたやつか。あ、そうだよ、イチゴ持ったやん。持ったか。カエの名前は何ですか？カエの名前はストロベリーです。彼、彼女です。ハロー、アイムフラオインドネシア。彼とか言われたから。ハロー、これさ、ストロベリー、シーズストロベリー。シーズって言ったよね。シーズ、シーズじゃない、シーズ。人参で止める。そう、ユーナと、そう、お空の服の名前。彼の名前面白い。彼じゃないです、彼女でもありません。MK5? MK5? エマちゃんさん、マツさん、花びら、ありがとう。賢い？ミー？あの、ジーニアス。カズくん。ひーちゃんは？ちょっと LINE してみようかな。してみて。ママ。いちごママ。佐藤さん、さっきの花びら、ありがとう。ご飯食べたんだ。彼の、また彼の名前聞かれてるから。Me? No, I'm... My name is Ichigo, but I'm woman. Sorry, I'm woman. So, I'm angry. 怒っちゃった。嘘だけど、doubt. 佐藤さん、桜の花びら、ありがとう。いや、ビューティフル。花びら、お団子ありがとう。Thank you. No make.ノンメイクです。でもひーちゃん、でもなんかそんなにじゃなんかそんなに仲いい同期、ここにいる同期。グッド、ね、ひーちゃんだっけ？アポ、アポ、確かにアポではない。アポではありません。アポ、アポ。どういうことな、どういうこと、どういうこと、どういうこと。もうどういうわかんない。初めて聞く。 Sorry, this Japanese, I can't understand. So, one more please.
ロボットだと思った。白次さん花火ありがとう。ミシェルボーイさん結婚して契約違反しません。あ、ボットってこと？No ボット？No No You are human。激おこ。フォローありがとう。プリティーウーマン、いやプリティーウーマン。今日リップグロス塗ってないよ。こんばんは。久しぶりの。うん、そう久しぶりの。だから次塗ったら久しぶりのリップグロス。つまり違います。英語話せるのすごい。これ喋れたりに入る。ミミさん、さっきの花びらありがとう。え、ショールームってボット存在するの？わかんない。うん、I saw you were a robot. Oh, not a robot. ロボットだと思われてる。I'm human. We are human and you are human. Human, human. Human, human. 大谷さんより英語話してる。すごいな。リップはあのローム&の赤いやつ。いいね。A B C のか。A B C D。Bilingual idol? Yeah, bilingual idol. I'm bilingual idol. 大好きになりそう。ここ肌あれ。何のこと？カリカリ梅は？何これ、なんていうの？プラムは分かる、最後。プラムクランチー、クランチー、ピッ、ピッ、ピッ、グラウス、ブラン。カリカリ梅。プラムは、なんか桃のちっちゃいやつみたいなやつ。なんかそういう系を、なんか言うんじゃないのかね。そう。Yeah, perfect human ear. Me too, and I. Me too, and I already like you. Oh, 私はもう、うん、あなたたちのこと好きだよって。Oh, thank you, thank you, thank you. Yeah, 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 yeah. Please, please listen to my group music. Oh.Search in YouTube STU 48 SSSTU 48 Please OK あんたは沼にはまりました。こんにちはジョージーさん、桜の花びら、ありがとう。それではリッセンさん、こんばんは。ももメンドル、え、あのさ、誰だっけ、あの、誰か出てるやつ。こんばんは。ハーカーさんが自分の英語ちょい下手って言ってた。え、傷ついたからもう喋らないから。そんな本場のさ、外国の人にさ、隣人映るからちょっとやめてこれ。違う、それがさ、開いちゃうんよね、あそこ。あ、ありがとう。そう。なるほどね。あれ、上がさ、カチってなってないからの気がする。パーカーさんに言っといて。わたまるさんボットでや、ピエンって英語で。あ、しまったよ。ありがとう。オムライスタイプ始まってた。オムライスいいな。英語得意だの？うん。なあ、あけひみさん、ハートありがとう。うん、カルタ。No, I No, I prefer JKT48。 あ、ジャカルタが好きだぞと。うん。おう。JKT48。 おう。ナイスナイス。I love you。 あ、フォローありがとうございます。いや、今日は Thank you for follow って言うんです。Follow me。 Thank you for follow me。 あ、オッケー。アザラシくん、さくらの花びら、ありがとう。 I love you。 あーちゃん、かっこいい。全部引くときもね。 Thank you。 ちょっとノーコメントかな。絶対痛かったし、今日寒かったね。結構風吹いてた。てか、ありがとう。今日半袖なんだよね。続き、一郎さん、お団子ありがとう。ハロー、ハロー、ハロー、ハロー。こんばんは。今日半袖だよ。ほら、いちごが全部つやぐしてくれる。あ、これディズニー買ったの違った。ユージはダメです。うん、ほら、うん、バッティング。ハンスです。楽しい。さあ、ガワさん、花びらありがとう。意味はどういうことですか、これ。インドネシア。うん。But you are the 推し that I like。お、しかしあなたたちも推しだよ。ああ、Thank you。I'm from Indonesia。カルちゃん、桜の花びら。I'm from Japan。桜の花びら。かんすけさん、桜の花びら。What's time? ありがとう。シチューの車は私だと。あ、ありがとう。今日脱ぎ出し、そう、いちご脱ぎ癖あるから。え、だよね、ノースリーブさんのやつ。はるちゃん、桜の花びら。違う、団子、ありがとう。いちごは英語できる人だから。そう、スワマッパギーさえ覚えてる。あ、ユーマ始めた。映ってる？こんな感じ。イエーイ。ギリギリ映らないと。え、トランプしよう。いいよ。サンスケさん、花火、ヘアスグ、ハート、ありがとう。いやいや、違うわ。脱ぎ癖あるから、いちご。ほんまに最低だよ。本当に脱ぎ癖しかない。自分のこと言うのやめなよ。
なんでだよ。喧嘩するわ今から言う。喧嘩しよう。せーの、最初はグー、じゃんけんぽん。あいこでしょ。あいこでしょ。あいこでしょ。イエーイ。ピンクパンサーだよー。To the which you like。そう、小僧が二人いますね。小僧や。小僧。小僧いるんですよ。エゴ私は苦手です。ビーチ海。こんばんは。いつもの配信の場所ジンザラだから誰ならこちらもこちらから配信スラマダダンスラマダダンスラマスラマスラママラムスラママラムキャリコチさんに会ったよ。そうキャリコチさん入れたって言ってた。じゃんけんで喧嘩喧嘩しよう。進みしよう。せーの、愛情はグーじゃんけんぽん。あいこでしょ、あいこでしょ、勝ったー。ガツくそう、トムとジェリーみたいな。いちごとユイナがいる。強いでしょ、私じゃんけん強いよ実は。 See you again, okay? Okay. パーカー似合う。 Thank you. あ、え、間違えた。ありがとう。 See you next time. こんばんは、こんばんは。パーカーオーナーです。ユーナイチャイチャ見せて呆れてない？呆れてる。私もよくユーナとヒーちゃんのイチャイチャ見せつけられるからさ。こっちは切れてる。なんで？うちらはビジネスやけど、ユーナとヒーちゃんはガチだから。そうやって言って。はるちゃんハートありがとう。私とはビジネスだったってこと。こんばんは、こんばんは。かなたさん団子ありがとう。ビジネスでしょ。あたりまえよ。高菜さん桜の花びら、コーラさん星ありがとう。ビジネスって言われた。そう、そう、私ユーナの配信にちょっといるかも。ん？どんばんは。失礼ありがとうと。一緒だったよね。うん、朝昼夜全部ついてスラマ桜の花びら、スラマとかも最強ってことね。スラマスラマいちごショック、ビジネスですね。イケメンやった。ごめん、ガチだと思ってた。いた。何？あ、ごめん。何よ。そう、カオスじゃないよ、ビジネス。元気出し店長やばい、大好き元気出し店長。ひなのちんちょうぎさん、桜ありがとうございます。いちごおもろいっしょ。え、なんつっても。北川力さん、わたあめさん、橋、コーラさん、くつのさん、ありがとうございます。じゃあ、わたあめさん、さくら、コーラさん、さくら、ありがとうございます。違う、コーラさん、星、ありがとう。めっちゃ結婚しない。めっちゃ結婚しないし。結婚おもろい。ありがとうございます。佐藤さん、さくら、ありがとう。なんか今日やっぱ本当に髪が茶色く見える。ありがとう。茶色になってたから。背景がいつも違う。そうなんよ。わーん。あ、ち、小僧、小僧、小さいから。いって集合集合。あ、集合しとるね。いいじゃん。ミルキーさんハートありがとう。こんばんは。ユーナのお大好物なもの、好きな食べ物、好きな食べ物、なんだろう自分が好きなもの。最近何食べてる？辛ラーメンだ絶対。辛いラーメンが好きな食べ物。岐阜と山梨の子は。コーラさん結婚して。元気ですねだって。岡山の小僧は岡山は小僧じゃないから、移り的に結婚は17歳だからできませんね。大僧ってこと？小僧ではなく。イケピーさん花びらありがとう。そう、ビジネスです。花びら集中です。私もそう、髪の毛ちょっとね、もしないおつまみんだし、ちょっとね、焦げ茶なの私の髪の毛。ミキミキさん花びらありがとう。あ、いちご食べたの？いいね。見逃さなかったので褒めてください。ありがとう。ベビーチーズ。辛いラーメン。え、北極食べたいんだよね。ああ、なんかタイミングね。蒙古タンメンでしょ。蒙古タンメン大好き。蒙古タンメン私も好き。え、買いに行こう。え、行こう。人生を変えた。ミキミキさん、花びらありがとうございます。シェルバイさん結婚して。結婚しない。マジで無理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 。だるまね。言うの。言うの。ジュデスさん、なんかありがとう。こんばんは。こんばんは。アバター作れたらさ、どんなん作る？それな、それを考える配信今度しよう。なんで一緒にしないといけない一人じゃ私がしようってこと、誰も一緒にしたいって言ってないじゃん。パッとちょっと泣いてる。アルホッツさん結婚して。結婚しない、本当に結婚しない。ありがとう人生ほこんちゃん花火ありがとう。アオさん リボンありがとう。星なんだよ。クマさん花火ありがとう。海なし県コンビ。え、そう、蒙古タンメンのさ、お店に行きたいんだよ。カップ麺しか食べたことない。最高に辛かったもの、え、ブルダック。ブルダック
ズデイさん、桜の花びら、ゆうなの辛いの生きる人、結婚して諦めてないね、いける、え、だあの番組でさ、撮ったね、え、食べようよ、食べようよ、え、持ってこよ、え、でもお腹いっぱいなんだけどね、食べてるまだ、コーラさん、ゆうなさ、ブルダック食べたことある、なんです、ある、黒黒黒黒のやつ、黒はない、ガチ痛いよね、あれ、今度作って、いちご死にかけながら気の体操、泣きながら食べて、そう、やめられない、食べたい、そう、大事なこと3回言いました、小川さん、おなんかありがとう、ゆうなんと一緒なの、無理無理無理、そうなんですよ、結婚して私は無理、規約違反です、私は年齢がまだ17歳です、あーさん、花びらありがとう、でも広島の鬼神っていう味噌ラーメン、年齢が17歳ももうあと4、5、6、7、あと3、4ヶ月しか使えないから、濃厚タンメン系の唐辛子の辛さと担々麺のしびれる山椒系、え、唐辛子のがいける、山椒系そこまで得意じゃないかも、ね、山椒さん、桜の花びらありがとう、ヤッホンヤッホン、ありがとう、あ、声がかき消されるから、あのちょっとちょっと、え、この人だよね、特にこの人だよ、この人だよね、この人だよ、私めっちゃ普通に静かなんだけど、私いつも声ちっちゃいって怒られるんだけど、私もキャリーさん、桜の花びら、ありがとう、だよね、でも私は食べてないまだ、さきせいに清楚系王道アイドル、でかすぎ、石原軍団じゃないし、ナーミョン、ユーナ、ユーナさん、ありがとうございます、清楚系王道な気がする、ユーナとか王道な気がする、何が食べた、うん、アイドルでいう王道系な感じがするような、ってわかる、クルさんが正統派、クルさん、あ、クルさん名乗ってるよね、名乗ってる、自称自称、キョウ兄さん、先ほどの花びら、デコトラさん、ハート、モジロさん、ダンゴ、ありがとう、ヒニはまだ学生、そうだよ、学生だよ、二人と違って私はまだね、22時までしか配信ができないの、タンタンさん、誰がちょうど、はい、はい、ゆいた、あ、ゆいたも確かに王道系、泣きながら微笑んで、そう、泣きながら微笑んでしながら、あかつきさん、花色ありがとう、名前、え、激辛フェスみたいな行きたい、普通に食べたい、こんにちは、インドネシアから来ました、ハロー、富山さん、 JKT の方がそう、え、配信されてるから、お二人されてたよね、こんばんは、だからか、なるほど、ねえ、なんでそんなに声大きいの、ちっちゃいよ、こんぐらいで喋るのよ、ちっちゃい、普通にさ、こんぐらいで喋ったらさ、いいだけるからね、ちっちゃいよ、全部見てるよ、ちっちゃいよ、 X とか全部見てるよ、こんばんは、あなたの行動すべて見てる、ハロー、ありがとう、ひよさん、お団子ありがとう、ミシェルボーイさん、どんなところか、じゃあどうな、すっぴんで配信しちゃうとこ、コーラさん、かわいい、ありがとう、今日のコスト考えてな、配信してる、ただ考えてるんですよ、インドネシアのさんからのね、初見の方多いね、ユミンさん、桜の花びら、ありがとう、 TTO さん、桜の花びら、ありがとう、いちごが、え、できるよ、できない、え、iPad に私も切り替えるよ、七鍋する、七鍋しろよってコメントが、しろよしろよ、強制七鍋ろよしてねって言ってください、してくれたら嬉しいなって言うんです、口調ちょっと気をつけて、マジ気をつけて、そう、やっ、ゆなちゃん、高めますね、は最近やりたい、ファンの人にをこうなんていうのを教育させていただいてなんか今日は可愛いねって言われたら、え、今日もって言ってって言ったら、みんな最近今日も可愛いねって言ってくれる、うん、大事大事だよ、口調は 2.5 期生さん、4月1日から、あ、そうなの、ココイチはね、ここから3人同時に、え、ココイチ5からない、いつもイチゴ4か5、辛そう、お、ココイチさ行きたい、赤辛はでもね1回しか行ったことないから、え、赤辛美味しいよ ね、行きたい、ある広島、うん、え、それな、今日も可愛いね、そう、ありがとう、今日行く、そう、だからみんな、こんばんは、こんばんは、みんなそうして、ね、ニンジンさんつけてる、さっきこのイコラブさんのイチゴ読んでた、え、本当に素晴らしい、うん、大好き、しかもおされさんやけ、そう、そうよ、勝ちって感じ、大好き、おされカンパニー、かわいいね、そうだよ、僕隊の衣装とかさ、おされカンパニーさんのだよね、ガッツさん、桜ありがとうございます、今の遠くでも、遠くで見ると前髪そんなに変じゃない、結婚行列起きてる、嬉しい嬉しい喜んじゃってる、あ、ツンさんが言ってたんや、キャツンさんに絡まれた、遮光カーテンですっていうのは嘘で話しただけです、遮光されてる、こんばんは、こんばんは、
コロッケっぽい人参。そうコロッケって言われるのこの人参なぜか。人参だよ。人参さん。人参さん。人参さん。赤からの裏メニューで20番。ごぼうさん。穴の開いたレンコンさん。筋の通ったふうき。あ、私はあんま分かんない人だ。え、お弁当箱にか。うん、これくらいのだよ。おにぎりちょっと詰めて。おさるさんいいよね大好き。これくらいのお弁当箱におにぎりちゃんと詰めて。人参人参さんごぼうさんちょっと違うかな。玉ねぎさんいちごさん、ね、玉ねぎといちご買ってる。どうしたのどうしたの。反射神経良すぎ今。あ、落ちそうになったの。うん、危ないですね。ゲタメの子から全然楽勝だよ。前髪がこんばんは。こいち甘いのにする。え、甘いカレー逆に食べないかも。これ人参だよ。コンさん、ありがとうございます。髪ってやってやだね。刻み生姜にごま塩かけて。あ、そうだ、刻み生姜にごま塩かけて。ちょっとわかんない。わしわかんない。カリカリ梅さんは個人的に入れたいかも。あーナビラありがとう。新生姜も入れた。ユナの配信で見ると黒髪、うん、確かに。なんか光の当たりが光の、うん、上だ。私が今ライトつけてないから愉快な配信だ。ありがとうございます。 X フォロー、嬉しい、ありがとう。 X フォローしてくれて。確かになんてつぼ見えた。ありがとうございます。松井玲奈さん13からボブいいよね。辛口ってことボブっていいよね。ねえ怒ってるってこと。どこに入れた。岡山かな。カオスでしょ。絶対岡山がいい。お地元だから観光大使。カオス。え、なになに、それ自分が大拡大されてる。ミヤヒーさん、花びら、ありがとう。ユナ、これ1個借りてもいい？これをここに。ほんとだ、ほら、ありがとう。ダンボールさん、ユイナが設置したんですよ。うん。てか、これいらない？じゃあもう、いい？確かに、それを使ったらいいんじゃん。私がもうちょっと強くしようか。うん。そう、激辛だけにってこと。あ、辛すぎる。一番辛くするとどうなんだ。え、これだよ。わかる。私この色じゃないのがいいけど、なんか壊れた急に。壊れた。ネヒーさんなんかありがとう。これが一番明るいやつ。でも明るすぎる。こんばんは。ヨニーさん花びらありがとう。サンキさん今変えてますないね。あ、間違えた。そう、すっぴんだよ。明るすぎる。笑顔ありがとう。あたらさん花びらありがとう。ありがとう。やっぱりインドネシアからたくさんだね。ヨニーさん花びらありがとう。ほらね、そう、うどん、アイス切り替えた。うどん食べたな。嬉しい、たくさん。切り替えた。美味しかったよ。今日もバズる内容。そう、バズる投稿そろそろ考えとさなきゃいけない。ましたよ。良いのはでしょ。あ、何が？サラちゃん覚えた記念日なので、エビで乾杯。乾杯を。あれかな、イモステレさんのやつですか。格付けチェック。なんか汚れとる。エビってこと？ないですね。あ、はい、私は後で考えよう。こんばんは。どうしよう。あ、今日のおはようポスト可愛かった。嬉しい。私初めてじゃないわ。めっちゃ急におはようポスト。急な。急なユーマン。急なユーマン。髪型似合ってる。よかった。何かあるかな。私今三角角すべてに映るっていう行動してる。こんばんは。見せれば。あ、すごくない？今全部に映ってるの。ハートしよう。やだ。はい。どういう？はい。I'm Indonesia. Hi. I'm from Japan. Nice to meet you. Nice to meet you. 本当に思ってる？ Are you JKT48 さんファン？さんファン？あった時に目が遅くなる。そうなんよ。Do you know Jakarta 48? Yes. もちろん。ジェリーナさん、さすがのミシェルポート優勝番組いいね。ユーナ、私の前髪について何か一言言ってあげて。え、でもそんな分かんないよ。うん、らしいです。いつもって感じ。って言ったら失礼に当たるの。どっちに当たるの。なるほどね、ありがとう。うん、佐々木さん花びらありがとう。こんばんは。いつもありがとう。そう、
そう、ゆなんちに、ゆなんちに乗っ取りました。多分違うよ、乗っ取りました。こんばんは、こんさん、花びらありがとう。こんばんは。大丈夫ですね、ひーちゃんが無視してくる無理かも、そういうところ。でもそのおにぎりの歌で本当に作っても美味しくないみたいだって。これ少ないの？お弁当だしね。なんか野菜をさ自家入れしてるってこと。味とかしないんかな。煮物とかなら分かるけどさ。うーん。いきなりまさん、ありがとうございます。ひのこかぱ、ひのこのかぱぱさん、さくらありがとう。ジョーくんさん、ありがとう。やっぽー。きよ兄さん、さくらの花びら、ありがとうございます。晴れの輪が八割に見える。もう依存してるやん、違うに。こんばんは。うーん、投稿今日何しようかな。ハツモ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 難しいかもしれない。お姉さんに見えるって。あたち？あたちが3人でいると。いや私同い年だから。あたちの方が上だから。イエーイ。一番ゆなちゃんって初めて。でもあんま来ないよね。全然来ないか。ちょっと久しぶり？めっちゃ。うん、でもまあ来るっちゃ来るけど久しぶりかも。え、2回目とかだ。2、3回目とかだ。そんな5回ぐらいじゃない。いや、そんな来てないでしょ。そんな来てないよ。新婚旅行中ですか、ゆうなんちに。どんな旅行？やめて、本当にやめて。絶対に嫌だ。ぐんごさん、花びらありがとう。あ、夜勤頑張って、頑張ってね。そう、注文しました。水色に。帰るかな。見てて、見てて。おはようポスト何気に嬉しい。やったありがとう。映り込んでてびっくりしちゃうみたいな。めっちゃ嬉しかった。下田太郎さん、安部さん、刻み生姜にごま塩混ぜたのあんまり美味しくなさそう。え、刻み生姜にごま塩混ぜる、あんまりね、そうね、テレビの番組のがやっぱりずっと入ってる。岩田にしたらすごく響いて聞こえる。あ、お団子ありがとう。やっぱね、配信のかぶっちゃってるか見えないね、あんまり。嬉しい。さくら、より呼ぶ方が多い。うん、でも最近は人んち行くことも多いかも。初期めっちゃ家に来てなかった人、うん、みんな私んち好きすぎって感じ。リータン以外全員来たことある人、そうすごいよね。リータン来てくれないから。リータンもう部屋片付け中、片付け中。カメコすごい、いいね。キノコのカメコさん、ありがとう。ジョーク、お団子ありがとう。何めっちゃ気まずいのしよう。いいよ。どういうこと？肌白い？いちごの相関図。すごくないよ。いちごの相関図は、これがこれでこれこれでこれでこうでこれ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 。娘がまずおるやんね。難しい、私の相関図を作り出した。時間がかかってしまうわ。そうだ、昨日インプレッションの発表されて、私は4位です。4位です。ギリギリ入っておりません。頑張ります。今日のバズレどうしようね。それな、どうしよう。ガーティでどうしよう。ガーティでどうしよう。なんかマジで茶色く見えるの、なんかやだな。ありがとう。私も茶色か、多分白、黒いからかね。カズイさん、ありがとうございます。自分も相関図作り、やばい。そう、作ってみて、発表して。の相関図確かに作りたい。番組でね、あったらいいね。まだ森末軍団っていう大きい軍団があります。リンガの会員さん、はい、ありがとう。Thank you。 ここは何？石原軍団？なあ、やめて。本当にやめて。でもさ、その石原軍団っていう軍団が本当に存在するんでしょ？そう、本当にさ。でもさ、なんかさ、それがさ、わかんないからさ、私たちはさ、うん、石原軍団みたいな感じで言われてもわかんなくて気まずいんだよね。わかんないね。あ、うん？わかんない。めっちゃでもなんかさ、自分からさ、石原軍団って言ったことないのにさ、めっちゃファンの人がさ、うん、石原軍団、石原軍団ってさ、言ってくるからさ、うん、でも私たちからしたらピンときてないんだよね。来てない。気まずいんだよね。わかんないね。それは気まずいところかな。そう、足面相関図書いたらごちゃごちゃ。そうだよ、今日はやっぱ人参さんするしかない。人参さんするのが一番安全だよ。人参さん、タイト、スーさん、花びらありがとう。シャラ軍団、そう、お嬢の手下たち、三期は全員お嬢の手下。そうだよ、てください。癒されて。リンゴさん、傷を、花びらありがとう。嫌なことあったから、たくさんありがとう。こうやって集めて、ありがとう。
手握って炊き出し、どういうこと、投げるから渋いおじさま軍団。そうなの、元気出た。昭和生まれじゃないと石原軍団、石原裕次郎さん。そうなの、エクスフォードしてくれてくださった方みたい、嬉しい。 Thank you 花びら、本当に嬉しい、ありがとうございます花びら。待って、そういえばみんなにさ話したいんだけどね、あの、うんうん、何何違う、はい、何何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 何そう、あの、おきさんが、ね、直接いただいたわけじゃなくて、レッスン上におきさんが置いてくださって、それをそういろんなメンバーさんが持ってくみたいな形事故のふりして、いや、かわいそうすぎるんです、絶対しません。 それでね、え、服といただきました。服をね、2着と帽子を1ついただきました。コンビニに行ってたの、そしたらなんか私とユーナをもらった、手遅れコーションだった。私とユーナもらったよね、服。いただいたんです、花びら、ありがとう。しかもね、そのね、いただいた帽子がね、マジで沖さん、沖さんがよくかぶってらっしゃるイメージがある帽子でね、湧いちゃった。え、これをいただいてもいいの、そうそうそう、見たい、めっちゃ沖さんの帽子っていう帽子、沖さん。 X さっき見ただけで3回ぐらい出てきたの。ありませんね、マジで。なんかリエッチのイメージもある。え、わかる、うん、ありません。石原軍団はスタップ細胞はありません。あ、え、なんか静かできますよ。やっちゃいました、なんか。はい。あ、やっちゃいました。すいません。頑張って。手遅れコーション便利ですよ。完全に優しい。沖さん、でも沖さん言ってた、言ってらっしゃったよね。フォローありがとう。こんばんは。もうちょい帽子見やすい写真があったはず。沖さんの服がないとなりきれない。いや、なんで私沖さんになりきらんといけんの。この帽子。この帽子いただいた。めっちゃこれ沖さんのイメージ強いよね。あります、そう、ありません軍団。さっきエクス見てたけど3回くらい出てきたこの帽子が。数号組、これも私のカーディガン、カーディガンいただきました。かわいい。こんばんは。え、そう、え、話していい、私と一緒っていう。あ、いいよ。え、なんかユーナがいただいたカーディガンというかポンチョというか、ポンチョがまさか私も持ってるポンチョで、だからユーナが沖さんからいただいたから、私とユーナのお空が1個また増えましたっていうお話。え、そのさ、このセーターの上に着たらいいんじゃない？確かに確かに、これもお空だもんね。沖さんの服お気に入り。それと越したら沖さんの服もらってない。沖さんのってなるかもね。もらってない、コンビニ行ってた。そう、バラのよ、ほんとコンビニ行ってたらね、みんなもらってた。そう、いや、でも3期私とユーナだけじゃない？うん、2人がもらってた。大木さんの靴は全部なっちゃんさんにあげたって。あれやね、足のサイズがだって、え、私もサイズ全く一緒だったんだって。大木さん何センチなの？ 3.5。 ユーナのないです、それは。ほら、大木さんがめっちゃあの冬、秋冬時期にめっちゃかぶら、かぶられたこの帽子を私はいただきましたもん。受け継ぎました。勝手に勝手に受け継ぎました。2人の好きなところ教えてくださいだって。いいでしょ、教えて教えて。どこ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 、教えてくれないね。そう、そう、唐揚げくんのポンチョ着てた。どういうこと？え、でもスナイデルのだけ確かポンチョ、うんうんうん、そうだった、うん、私も持ってるポンチョだった。俺だって私もらってないもん、沖さんね。そう、元はそう、沖さんと多分お揃いだったわけだよね。庭とおしゃべりしてる、どういうこと？え、かぶった写真、そう、かぶったら沖さんが卒業される前に、沖さんをさん ね、ありがとうございますって、そう、写真をお見せしたいんですよ。ユーナの靴でかそう。でかくないわ。どういう意見？やめてよ。え、でも靴でかいって別にさ、悪口じゃないよね。どういう偏見でも。どういう偏見？さ、靴でかいよ、25センチ。沖さん一生懸命選択しとったわ。そうなの？そうなんですか、ありがたくいただきました。ありがたいです。え、ユイナがさ、うん、え、めっちゃさ、なんか服を持った時にふわってきたの。え、なんだろうって思ったらさ、奥さんの服からだった。ユイナがさ、奥さんの服めっちゃ似合ってた。めっちゃじゃないちゃん、一瞬でふわってきただけだよ。一瞬ふわってきたから、なんだろうって思ってこうやってやっただけ。
言い訳。さん、エアコンさん、いないさん、いや、こんばんは、こんばんは。卒業される方全員服くれるわけじゃないから。沖さん、しかもそんなもらえるなんて思わないでって感じで。沖さんの三呼び？つないでる。沖さん。聞き慣れない。本当に。逆に。沖さんを変えて。唐揚げくんのポンチョマイキューさん。めっちゃいい匂いがしました。沖さん、沖さんの帽子から。帽子からじゃない。あれは服から。こんばんは。あ、ほらありがとうございます。おきさん、こんばんは。さっきコメントでさ、うん、おきさんに服もらわないとおきさんになりきれないよってなんか怒られた。なんかゆいながさ、そのあれがな、ゆいなのあれめっちゃおきさんって感じ。で、あれ本当におきさんって感じだよね。うん、待って、これギフト欄に入ってなかった。ありがとう、ね、ひめらぎしゅんさん、ようさん、さかなはなみら、はるちゃんばら、きよにいさん、さくらもち、ラペチーノさん、ハート、たかなおさん、さくら、ひょうとんさん、さくら、ありがとう。行く詐欺をやめるみたいだから、たくさん誘ってあげてください。でも、クルさんに行く詐欺されたことないよ。ちゃんと、私がメンヘラだから、クルさん、この日のこの時間、ここですよ。わかりましたって言ったらもう、来てくれる。たかけいさん、団子と桜の花びら、いや、奪い合いはしませんよ。あ、桜餅もありがとう。奪い合いはしませんよ。ゆいな、匂いヘッチ。ゆいな、でも結構匂いヘッチな気がする。そうだね。よね、うん、なんか好きかも。結構匂いヘッチ。何ヘッチって何がある？匂いヘッチとか手ヘッチとかもあるよね。あ、手首とか。あ、手首ヘッチ。他なんかあるっけ？フェチで調べてみよう。前髪フェチとかある？前髪フェチ聞いたことないけどな。種類、それな、調べようよ。フェチ種類、今何しました？匂いかぎ、あ、そうだよ、なんか匂いフェチとかいうか、なんかどんな匂いのかなって思って変えたけど、さん、いや、沖さんだな。変えたけど冷静に考えて、この人が今着てる服は私の服なので、私の匂いがしました。手フェチ、腕フェチ、あ、つむじフェチとかもあるらしい。髪フェチ、大丈夫な爪フェチ、前髪ちぎられフェチ、ほくろフェチ、それ私や。ほくろフェチ、ほくろフェチありそう。ふくらはぎフェチとかもありそう。苦手じゃないわ。筋肉フェチ、あー聞いたことある。うなじフェチ、軍団長呼びやめて、普通に違うから。言うの声フェチ、仕草フェチ、でも仕草はわかるかも、可愛い仕草は確かに。声大好き、あ、声フェチとかね、ありそう。なんだストッキングフェチ、大丈夫ここ、これはいけません。フェチ、ちょっと今しゃべないで普通に。血管、リオさんが言ってた気がする。すごい、言うだこれの見せていいかな、じゃない、ちょっとな、いいか、一瞬エチゴくん、ユーナンチはどんな匂い？沖さんだね。鎖骨フェチ確かにありそう。ありがとう。いいにゃんはお家だけ、拡散がすごい嬉しい。お家もなくて服もない。こんばんは、高木さん、花火ありがとう。何フェチ？匂いと声。匂いと声らしい。鎖骨に溜まった水。いや、もうそれはもうちょっと壁が入るから。もう好きなの？違う、こちら。へー、好きなんだ。おへそ、やかも、頑張れさん、桜ありがとうございます。ネジ外れ、イケメン女性アイドルフェチ、あ、それ私です。ネジ、はい、それ私ですわ。自己紹介じゃん。自己紹介してくれてありがとうございます。前歯フェチ、前歯、声フェチ、ひよこが変なことになってる。ひよこじゃない、人間。よく聞いたことあるの、音フェチだわ。あーね、あー、よく聞くよね。 ASMR、 あー、おでつかも。チャケンです。 I want to チャット好きです。もういいです。あとみんなチャットフレンドになりたい。わかんない、チャット。だるま、ありがとう。AJIS さん、 STI さん、だるまありがとう。こんばんは、ありがとう。さくら、フェチはよくわかんない。フェスならわかる。あ、昔タダの氷ガリガリ食べてたから氷フェチって言われた。いいなよ、ゆいなよ。氷好きなのは私なんよ。氷ボリボリ食べてるやん。なんかでもそれあるよね、なんかなんとか氷食症。私、そう氷食症、ね、貧血の人とかがガリガリするんじゃない？鉄棒性変、なん、鉄棒性貧血みたいな。鉄棒性貧血、そう、私が。でもなんか結構ボリボリ食べてるイメージ。大好き氷、ボリボリ系、そのために氷買ってる。作ればいいじゃん。作る機能ない。あ、入れたらいいじゃん。嫌だ。わいわい、しゃらやつ。美味しい氷が食べたい。私が提案するのに、そんなこと。わたあめさん、さくら花びら、ありがとう。いやからね、そう、今ね二人いる。あ、だから3人か。フロン、I'm from Japan。
やばい、今日3人さんでなぞなぞ大会できるんだよ。確かに。なぞなぞね、私も歯並びも出して。歯並びですか。今度私が出すの歯並びフェチ。ASMR配信お願いします。なるほどね。どうしようかな。レバー食べるといいらしいね、貧血。いいね、それは。鉄分もね、でも鉄とか舐めればいいんですよ。氷、そう、氷大好き。私なんかこの前公演の時にさ、飲み物飲んだ後に氷食べるのが好き。貧血なんだよね。 ASMR 配信出るからマイク舐めなって言った。はい。ふぅやっほー、ごめん。雪帽子、雪帽子1回しか行ったことない。私も行ったことある。かき氷のこと、今唐揚げって言う人になった。かき氷食べたい。みやひさん、花びらありがとう。こんばんは。うん、そうだから鉄分取るためにマイクを舐めればいいんだって思ったけど、舐めなかった。お母さん、花びらありがとう。なんかさ、違うよ、公演の時マジで貧血で倒れそうだったの、リハーサルの時から、うん、そしたらマイクを舐めないよみたいな。マイクでも確かに鉄だったもん。まあ舐めないんですけど。ルイさん、花びらありがとう。東京公演の時、うん、じゃなくて、うん、基本いつも貧血じゃん。いつも体調悪いじゃん。一応いじめないで、そうやって。こんばんは。鉄の味美味しくない、うん、美味しいとかじゃないじゃん、だって。鉄の味美味しかった。まひなさんのショールーム見始めないで。ねえ、なんで作るのそれ。チャーハン定食さん、あ、ハートありがとう。こんばん。ブドウ糖もいいんだ。こんばんは。ありがとう。じゃあラムネを。ほうれん草もカーテン開けない、お家の。いや、それな。私も開けない。開けなかったら美白になる。フォロー、ありがとう。牛奶でも元から美白って感じ。白い、本当に白い。嬉しい。白い、真っ白、白玉。白すぎ。白って？あ、アミカさん。白って200色あんねんってこと？白って200色あんねん。作られた。マヒナさんのショールームいないで。ね、いないから、マヒナさん料理作るっぽい今から。ね、うちごになってる。うちご。You friend's name is いちご。うちごじゃん。いや、I'm いちご。うちごやばい。いちご。いちご。い mean strawberry。こんばんは。ブドウ糖は脳の唯一の栄養素。考えるね、ブドウ糖が雪。じゃあラムネをバキバキに食べるね。ほぼ出てます。美味しいよね。ブドウ糖ってさ、ブドウ関係あるの結局。こんばんは。チャーハン定食さん、ありがとうございます。チャーハン定食さん。さっきこっちから聞こえたけど。こんばんは。すごいすごい、今外国人の方からのコメントしかないから。何が起きてるの。インド。ケースシニ。あ、こんばんは。カオカオカ。あ、ウォカウォカボカ。ワクワクワク。ワクワクワク。家賃払えってことですか。家賃払わないでください。ケンタロウさん、桜の花びらありがとう。オレンジさん、オレンジさんやった。オレンジビキと、わかんないですよ。何、どうした。なんか私のとこに飛んできてるのかね。ヤング、インド、ヤング、アイアン、若い。桜の花びらありがとう。ありがとう。インドネシアの言葉わかんないね。わかんないね。わかんない。キラキラありがとう。わかんないよ。はが。こんばんは。Can you speak English? って何だかなんですよ。Can you? Can you speak English? って言ってイングリッシュに切り替えさせればいいの。Can you speak English? それな、来日してる。ユイナのとこに来日中。来日。わかんなくて、ブドウ糖は熟したブドウから。ああ、そうなんだ。白色だね、みんな。ズミさん、花びらありがとう。そうなんだ。ここの家賃に1日30万こんばんは。帰ろうかな。いちごんちは、いちごんちは、1日5000円でいいよ。なおさん、お団子ありがとう。1日300円。行こうかな。こんばんは。来ないで。あ、アッキーザー大好きマンさん、ゆいな X まであと1時間切りましたよ。ああ、やめてくれ。インドネシアの方が来たらサラマッパギーって言ってる。サラマッパラマラムだっけ。こんばんは。
Your friend is cute too、oh. Thank you パラパンテさん、ナンゴ、ウマちゃん、ナンゴ、ありがとう。わかんないです、インドネシア、わかんないかも。でも石油って呼ばれてたよ、小学生趣味わかんない。どういうこと、え、なんか前聞いたけど忘れちゃった。なんだっけ、え、石でしょ。そうだよ。あ、なるほど。石原って子が2人おって、うん、2人おって石原って言ったらさ、かぶるやん。確かに。だから、うん、石で石だでしょ。清水みたいな。そうで石油になった。石油で石油。石油とも呼ばれとった。石油、うん、石油と石油って呼ばれとった。石油分からんな。石油です。石油王だから。石油王になりたい。石油王になりたい。石原優奈です。石油王になりたい。19歳、岡山県出身。違うよ。石油こと。岡山県出身。岡山県出身、19歳の石油王になりたい。石油こと。KLP できたらマレーシアから来日するかな。じゃあマレーシア語覚えとこ、挨拶だけ覚えとこ。やっほー、ハロー。ココアさんに教えていただこう。ツンちゃんに教えてもらうもん。あ、いいね。こんばんは。発作が起きてしまいました。こんばんは。え、充電かない。どうしよう。ちょっと充電するんだ。なにこれ、なんてやむ。うん、わかんない。読まなくていいよ。わかんない。ガクさん、ランゴ、ありがとう。ふざけた、ラウン。桜の花ありがとう。ね、めっちゃ飛んできてくださってる。心配電話してんのにさ、なんか音楽流し始めたからさ、何ふざけてるかなと思ってない。あ、消えちゃった。こんばんは。石炭って言った。え、すごっ。石炭、奥田がかぶったこと。奥田はかぶったこと意外とないよね、それが。え、奥田初めて会った、私も、うん、ゆいなと。わかる、私も。奥田っているよ。え、じゃあ問題、みんなに問題。これは何に見える？三角定規。90度。ああ、私は時計の3時に見えますね。あ、おやつが食べたいね。おやつの時間かな。こんばんは。X の時間なので X をしましょう。次は社長になるように。お前社長引いたんやん。今日何をポストするん？迷ってる。そう、ピン止めを開いたものですよ。3時に見えた。私も3時に見えた。いちごちゃんをあがめ。どういうこと？食べ物のいちごでしょ。食べ物のいちごにさ、ちゃんつけたらもうどっちか分からんから。もう、いちごちゃんってもう分からないよ。赤い水星のペンさん、お仕事ありがとう。頑張って。果物にちゃんつけないで。じゃあもうさ、あのさ、あのファッションフルーツちゃんとか呼んじゃうよ。ファッションフルーツちゃん、やっはー、こんばんは。コンパス懐かしい。ゆいなとかさ、コンパスの針、え、めっちゃ偏見だけどさ、うん、コンパスの針をさ、机にさ、刺して穴とか開けてそう。開けてないか。え、なんか消しゴムに穴とか開けてそう。開けてないから。何その私がさ、ちょっとヤバいやつみたいなさ。なんかやってる。なんか無心でさ、消しゴムとかさ、ゲメン、コンパスの針でさ、したことないから。ゆこちゃんもあがめし、いや、私絶対嘘だよ、それ嘘でしょ。嘘だ嘘だ。家永やってそうなこと選手権は、うん、して今日。じゃあ私 X してる間して、と三角定規のこの真ん中に穴が開いてるところで円描いてそう。描いたことある。じゃあ描いたことあるの言ったら勝ちね。あのお二人出してきて多い方が、あれでしょ、三角定規のその中に入ってこれをずっとやってた。それで丸描いたとか言ってそう。あとはすごい、うん、でもないよ別に。私何もしてなさそうってこと？うん、鉛筆削りもう尖ってんのに一生削ってそう。確かに尖らせんの好きやったかも。こんばんは。こんばんは。あ、分かんかな。彫刻刀で机に穴開けてそう。最低すぎる。彫刻刀でやった。やったことないよ。鎌田
あいちゃんさん、花枝、花枝、ありがとう。私なんかサイコパスキャラみたいになってる。キャラじゃない、キャラじゃないよね、事実に。違う、キャラだから。事実キャラじゃない、キャラのことを認めないけど。キャラだからって言っちゃってるから。キャラじゃないよ、私そんな変な子じゃないよ。キラさん、花びら、ありがとう、こんばんは。偉人に落書きはしたことある。何に、歴史上の。髪の毛足してあげたりとかはしたことある。え、それはやるよね。髪の毛は足すよね。リーナがやってそんなことやばい。コンパスやらきすぎて、やらすぎる。キーラさん、お団子ありがとう。なっちゃんによし。部長さん、結婚してありがとう。契約違反のね、気合せ。リーナ、ペン回し極めてそう。人参頭につけている人はサイコパスでしょ。ペン回し苦手。できない。うん、え、押しできる。違うよ、これ私のだもん、この人参は。100メートルランナーさん、あだんご、ゆきひらさん、花びらありがとう。演じてた。りんごさん、花びらありがとうございます。空海に簡易早さ、うわすごい。彫刻刀懐かしい。彫刻刀。りんごさん、花びら、おっちゃん、よし。副部長さん、ハートありがとう。りんごさん、花びらありがとうございます。やっほー、たろー。やばい、ちょっとブログの書き直しが来たので、ちょっとマジか。一回やめる。え、どうしよう。え、でもすぐ書き直せる、うん、だからちょっと、あの、ちょっと待っててみんな。ちょっと3分ちょうだい。3分新さん、桜、花びら、花びら、花びら、ありがとう。どうしよう。ハート、ありがとう。新さん、ありがとうございます。移動してきた。移動してきたの。3分待って、ブログの書き直し。こんばんは。サイコパスじゃない。いや、私赤ちゃんじゃない。赤ちゃんでもサイコパスでもないから。どっちも事実だが。違う、これ植え付けたのってイチゴだよね。何を。サイコパスキャラも赤ちゃんも。どっちもどっちも。赤ちゃんって言った。赤ちゃん、赤ちゃん。じゃあもうお菓子買ってあげないよ。買って。じゃあ赤ちゃん。え、でもさっき結局自分で買ったもん。え、でも買ったじゃん。買ったじゃん。買ったじゃん。何を。ありがとう、買ってくれて。え、そうだ、さっきお菓子買ってくれた。ありがとう、ありがとう。買ったのに。ありがとう。いや、でもまあまあいいか。こんばんは。え、なんかさん金髪なの今。そうですよ、ちょっと絶対チェックしてください。それチェックします。やばすぎる、それは。チェックします。ちょっと待って、 X がやばい。もう53分。え、あ、嘘つかないでよ。大嘘やん。今日のイチゴ過去一かわいい。残り53分とか言うなんて漏れる。え、この額漏れる。やった。イエイ。じゃあ毎日ここでしよっか。やめて。明日、ゆいな。でも初めてするよね、イチゴがさ。確かに、ここでね。こんばんは。確かに。お互いの画面見えてるの。うん、ちょっと文字は読めないけど見えてる。私今三画角全部に映ってるね。ピレグミがなんか現金入ってるか。ピレグミ食べてる私いないかな。ピレグミよく食べてるじゃん。うん、綺麗になりましたね。あ、ありがとうございますね。こんばんは、初めまして。嘘つかないで。こんばんは、えずけそう。ユーナンルームのショールーム難民。ユーナンルームのショールーム難民。今来てるから。難民なん。ゆゆ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 ゆ。いや、普通に集合です。集合だよ。黒のパーカー。そう、今日ね、中半袖なの。ちょっと寒いよねって感じで。ピラ組大好き。でもひーちゃんいないから集合組できてない。ピラ組さ、写真撮る前食べちゃうからさ。いいですね。チェックしましたよ。へえ、そういうの。あ、ひーちゃんから片付けしてる。ひーちゃん来るんかね。来ない。来ないの。うん、来てほしいけど。ないよ。へえ、ひーちゃん来てくれないんだ。待って、プレグミ食べてる自分の写真とかないかね。頭叩いてん。なんで今日プレグミなの。なんか知らないけど、プレモ入ってた。寒いと温めてもらわないと。今日プレモロ買った。え、こんばんは。え、いいじゃん。かつあいちゃいさん、花びら、ありがとう。プレグミ食べてる自分がいない。騎士ナイトってこと。来ないもん、ひーちゃんね。最近冷たいの、私たちに。このスタンプしか買ったん。ピラグミを食べてる私がいません。ないよ、そんな写真。諦めて。自覚はあるの、そういった写真を撮ったという。うん、ある。髪光ってる。ピラグミよく食べる。ネズミってこと。そうだよ、今日誕生日だべ。え、ネズミってこと。え、そうだよね、その投稿しようと思ってたんだ。お家帰ろう、後で。あ、それ帰るか。
こんばんは。スターウォーズなの？田中のひなさん花やありがとう。あった、食べてはないけど星が入ってたっていう写真。いいんじゃない？ピレ組の冬さん、そうゆゆごゆゆごやばくない？何味が好き？レモンが好き。ゆゆごゆゆごブログブログ頑張って。ここの口の皮開けとる。うん、ちょっと向けてる。どこに行った？これを一億人は合計一億インプレッションまでするの？しないよ多分。ケンケンパーさん、お団子ありがとう。Thank you。You なんとかいい点。Oh sorry, it's star. So please one more。やは。山梨岐阜岡山、そうだよ。山梨岐阜岡山だよ。ピラ組を見つけた。これ私の。勝ちだ。トレンドどこに入ったの？私の人参。3人で好きなところしりとりしてむずすぎるので嫌です。なんでだろうね、気になる。ゆなちゃん、あ、七鍋またやろうかな。え、やる？今日七鍋どうする？え、してもいいね。楽しそう。あ、もう違う。私できる時間がさ限られてるからさ。え、そうやね。そう、あと X があれだし、 X だけしたら。え、そっか、七鍋も10時まで。そうそう、いちごの人参。そう、10時までやから。へえ、いちごの人参。これあー、取らないで。当たってなかった。アイスレモンさん、花びらありがとう。あ、顎外れそう。言うのみ。あおさん、ありがとう。いちごはぜんつ show word yet has he。 ブログで。いちごは素地していない。 show word what is mean yet すに has he。 番組 I don't understand sorry。 7月18日、そう学生だからね。学生のあれが縛りがあるけ。ごめん、学生で。じゃあ退学して。かなおさん、桜の花びらありがとう。ゆいきには桜の花びら。3104さん、桜の花びら。バスカラさん、桜の花びらありがとう。今日四国のさ9時からじゃなかった？違ったっけ？今日の？あ、違うか。え、28？ 今日じゃないと思う。いつだっけ？28。何日から？え、ば、あれ、ももかさんに食べられていちごちゃんの写真。いや、それももかさんの声だけや。何時からだろう、ももちゃん。いちごちゃんの話だね。いちごちゃんダンススタイル絶対かっこいい。え、いちごちゃんやったよ、この前さ。やったけさ、四国じゃなくてツイッターに。だからそれがそう。ツイッターのスタンよ、 X かなので見てみてください。頭か人参。そう、こんばん。あかりさんがあげてくださったね。ソーリー、ヒゲソーリー、ヒゲソーリー。確かに28。アイムソーリー、勝手にが取れた。確かに勝手にやってません、もうあれは。公認、公認に変えよう。公認四国大、四国観光大使です。ほら、あ、19時か。28だって。いや、まだだね。何時間ぐらいあるの、ね、今ほら。でもミニ公演だから分かんない。1時間ぐらいありそうじゃない？結構、ね、ありそう。2時間ぐらいありそうだよ、ね、うん。いません、広島弁なんだね。え、映ったんよ、広島弁が。初期は時間制限なかった。そうなの？広島弁映ってきちゃったの。おし、全然広島県出身じゃないの。違う、いちご弁があるよ、ね。Like? Oh! Wait. My推し麺見つけたのに、ちょっと。確かに。白飛びしてないの。え、私推し麺見つけたんだよ。誰？え、その駅読めない。難しい、昨日の埼玉の駅。豊中のひなさん、花びらありがとう。ブログできたよ。なんとかずら、そう、山梨麺なんとかずらとか、もうコマさんですかみたいな感じでもうやっていきますから。コマさん。そう、ずらって。そうずら、そうずらって言っときますよ。え、あのさ、顔写真が載ってるやつどこ？ちょっと待って。違う、こんばんは、高野財前花びら、ありがとう。え、違う、私の推し面がいるの。髪の毛が短いね、方なんだけど。勝手に岡山観光大使就任します。じゃあ私も勝手に全部。おぼすまって読む、本当に読めなかった、それ。おぼすま、ね、違う、私のポジメンがいるのに。待って、悔しい、見つけ出したい。あから始まってた気がする。
ココアさん、イニアン違うよ。ココアさんは KLP でしょ。私が話してるのは JKT48 だよ。昼休みさん、ありがとう。クロちゃん、クロちゃん JKT のメンバーじゃないからね。岡山といえば元締めがチームエイトの岡山代表だった。このエピソード。え、岡山。好きでしたね。あ、めっちゃ好きでした。あった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 。今日渡辺真由さん誕生日。そう。そうそうそう。だから後で載せようと思って。ああ。天才。日にちが変わった時にもうトレンド入りしてた。あ、これ締めさらさんの友達だ、フレアさん。うん。推しの締めは待って、この辺だったはず。え、可愛い。こういくね、ムテ、ムテキュート、ムテキュート、人生ハーカンおじさん花色ありがとう。アンミカさん違います、クロちゃん髪短いとかじゃない、存在しないからだけだから。今日は X どうしよう、ほんまにどうしよう、今考えれた、うん、今考えてるとこ、ほんまに X どうしよう。え、カトリナ、カトリナさん可愛い、カトリナさんみたい思った。人生ハコンちゃん花びらありがとう。え、私が見つけた可愛い子の名前を思い出して。ねえ30歳ギタ、エラ、フレヤさん、フローラーさん、フィオニーさん、フェニーさん、オラさん、オリエルさん、カリーさん、ジーさん、リアさん、クリスティさん、アマンダ、アマンダ、岡山のアマンダ、アマンダキュート、アマンダ、アマンダ推しになろうかな、こんばんは。アマンダ可愛い、アマンダさん、今日のアマナさん10期生さんなんだ、結構いるね。この間ジャカルタのメンバーさん配信来てくださいこんばんは。 Yes, it turns out or 推し is different. Yes, yes, yes. But I like Amanda. Amanda さん、 Amanda and またブログもう一回書き直します、ちょっと待ってください。そんなことある、なんでそんな、なんか何書いたの、待ってくださいまた。カトリナ、カトリナさん、カトリナ、アマンダカトリナ、ブログ書き直します、ちょっとあと3分待ってください。そう、勝手に岐阜観光大使になりたいね。アマンダ、アマンダ、夜中3時にやってたわら、アマンダ手が出てきたね。アマンダそうキュート、今 X の確認をお願いします。 My 推し are Adele and SinceYeah. Oh. アマンダ、I'm 推しアマンダ。アマンダ。いいな、ブログの書き直し。え、マカロンね、気になってる。ブログの書き直しがやばいです。ちょっと待ってください。また3分。通勤休暇か。通勤休暇。ユナ頑張って。通勤さんありがとう。な、本当の推しメンは岡田奈々さん。税金で関係ない。よし。そうなんや。アデル is also beautiful and funny. あー、真剣にやらなきゃ。Very 素晴らしい。Excellent. Excellent, excellent. In STU48, 通勤。I recommend. 通勤休校。I recommend member is me. 休校通過駅さん。桜の花びら、ありがとう。やっほー。私は今 STU のメンバーで私をおすすめしといた。あー。じゃあピレグミをあげました、今日はたまたま見つけたので。カムマブイクベルアデル、バーケンデルベルベルさん、あー、ソーリー、I can't understand。 そうだ、マリカさんがそうだ、ピレグミの CM してたよ。マリカットカット人、マリカット、こんばんは。ナオさん、お団子ありがとう。キュウさん、花びらありがとう。手組美味しいよな、手組美好きなんやな。バリバリなインドネシア語ね。手組美ちょっと酸っぱくない。でもえ、それが好き、うん、私にレモンや。 Do you want to ride with Adele? Do you want to ride with Adele? どういうこと？ In the car? What? 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 Right? そう、星の手組美、そう、レアだよ。よく食べるけどね、あんま入ってたことない、数回しかない。こんばんは。え、アリサさんも染めたの髪？え、見たい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 。え、ショールームされてるから、誰かショールーム見て、私 X 見る。
You are my 推し。It's the plum aboard. Don't worry. Ah, thank you, thank you. I'm happy. あ、X 上がってません。ショルームを確認してください。ショルームを確認してください。ありがとう。Light 1号。Thank you。3人目？三人目のダッシー。え、見たい見たい見たい。静かにして。静かにして。静かにして。どんどんしないの。茶色？茶。え、かわいい。しかもなんかめっちゃレイヤー入れてる。かわいい。素敵。ニュー。かわいい。さん、花火ありがとう。眉毛の色も茶色。かわいい。え、かわいい。かわいい。めっちゃなんかしっくりくる。しっくりくるね。かわいい。かわいい。しっくりくるわ。マスカットお好きだよ。みんななりちゃんさんの髪型を見て、キャーって言ってた。やすごいに上がった。え、ほんと、みお。You're driver car with Adele. Oh! Adele can Adele drive car? わたあめさん、歯車ありがとう。みお。いいね、ちゃ。ちゃ。でも染めてもなんか美容師さんによく聞かれるんで染めてますか、うんうんうん、染めてますね。私も染めてますかって聞かれる。いや、アリサさんはショールームしてるだけ、載せてはないか、いいねはできません。ショールームにいいねしに行こうかな。じゃあギフト投げればいいんじゃない。かわいいナイス。そう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 、似合うみたいな、ま、え、メンバーさんどんどんね染めてるね。うすさん、なんだっけ、桜の花びら、ありがとう。マジで真剣に考えてる。ブログがまた。Other has occurred here. Oh, really? I can't drive car. 人生方向音痴さん、花びらありがとう。必死の私が抜け出して、客観的に私を見てる。情けなくて笑えてくる。じゃあなんか応援してあげればいいのに。見るだけで、てんてんてれてんてんてれ、何もできないし、悲しまいと全然違うよ。目ってなんか人生方向音痴。花びらありがとう、本当にありがとう。花びらたくさんありがとうございます。向いていない。Maybe still we'll take you for a walk. Rock? Maybe. 多分 see will take you. 連れてってくれる for a walk. 集中してるけん。あ、そうなんや。ショールームの前に。 I like Adele in JKT48 member. こんばんは。人生方向音痴ありがとう。もう本当にありがとうございます。ありがとうございます。やっほー。タネさん、花火ありがとう。 So come quickly to Indonesia. 早く今すぐにインドネシアに来てって言われた。いや、yeah, I want to go。 ゆきぬさん、花火ありがとう。こんばんは。明日の7時にブログが上がるんだ。ゆうにゃん、やっほー。いいや、こっちがメイン。やっほー、うん、ゆたりやす、いいよね。毎日聞いたありがとう。嬉しい、それは。あとちょいで届きそう。え、嬉しすぎるね。ありがとうございます。本当に見る？はい。あれ？ん？ちょっと待って。うん、あれ？お、本当だ。8時までしか優しい。ありがとうみんな。で、キヌさん、花びらありがとう。Do you like eating red rice or ドクターエンバラさん、桜は花びらありがとう。いや、最近、ヌードル、I love ヌードル。ヌードル？ヌードル。ヌードル？カップヌードル？麺。麺類大好きです。ああ、ありがとう。キヨさん、花火ありがとう。広島に来てもらおう、確かに。おもろ。結構、1200ポイントそんなごい。ジンカイさん、桜の花火ありがとう。感謝感謝って感じです。エイチさん、花火ありがとう。ノバ。今も JKT さん配信されてるの見てみよう。ちょっとあと1分待ってください。そしたらブログが。カイトさん、花びらありがとう。ありがとう。If you like red rice. Yeah, rice. 待ってください、本当に。I will cook for you. おー、作ってあげるよって。Thank you. But sorry. I'm idol. いいね、わかんなくない？あなたがもし、ご飯、あの
お米が好きなら、うん、推しが料理作ってあげるよって言われて、うん、ありがとう、でも推しはアイドルなのでって言った。アイドルなんでご飯大丈夫ですって言ってるってこと、うん、そうそう、謎だから。みんな花びら本当にありがとうございます。ありがとうございます。リアさんが配信してる。リア荒井、あ確かに荒井さんもう配信できない時間だから。話すと訳せてすごい女だ、あすごい女だね、そうそう女とか言わないで、すごい女の子かすごい女性に変えて。わかった。始まった教育タイム。わかった、はいって言って、えー、はい、何この、英語得意なんだね。英語得意なのかな、すごい、すごい、なんでなんだ。イングリッシュ、やっ、Do you know Sunny from JKT48? No, but Sunny? Check, check. Search now. Sunny さん、前の私にさコメントくださった方の調べて。いいよ、何さん、ちょっと待って、今持ってくる。あ、シャニー、シャニー、インディラ、ナティオさん。おー、3期生キャプテン、おー、キャプテン、こんばんは。ブログが回るってさ、やっぱりこの回るって合ってる感じ、ブログが、うん、え、どっちの回る、うん、違うかも。あ、だってだってブログが回る、うん、周年の方かも。あー、回る、どっち、え、どっちでもいける。ひらがなにしたら、うん、ひらがな。キャイさん、花びら、ありが、え、ありがとう、いっぱい花びらショーだ、ありがとう。She will graduate in five months. Oh, yeah, 書いてある。出てこない、どっか行ったし。Five five でしょ。ケイさん、花びら、ありがとう。ありがとうございます。また頑張る。Yes, he is the captain of JKT48. キアニーさん、団子、ありがとう。インドネシアのレッドライスといったらナシゴレンか、ナシレマ、ま、ブログがさ、ナシゴレンのことなんだ、レッドライスが、そうなんだ、回ってきました、回るってさ、英語の他は話せるの、か感じ、英語の他は日本語と、うん、山梨弁と甲州弁と、いちご喋れる、岐阜弁はね、ちょっと誰か触れて、いちごに、うまちゃん、皆さん花びら、ありがとう、ありがとう、大量の花びら教えるときた、ありがとう、大量の花びら、清石さん、ありがとう、桜、山梨弁と英語がうまいでしょ。回るか、こんばんは。When did you become captain? When? いつ did you become captain? Me? 桜の葉。回るこっち。ありがとう。どっちの回る？なんかこっち。海。さっき私が来た方ですよ。ほら当たってるじゃん。ひらがなで。違うんだからね、漢字。今の回でもひらがなでも問題がないかも。順番が回ってきたの、回ってきたがこっちだからって。やっはー、いちごみっけ、いちごつみ、インドネシアのレッドヌードル、でもひらがながいいかな、ミーゴレン、ミーゴレンって何、聞いたら喋るよ、ミーゴレン、なんかあだ名みたい、ミーゴレン、何違った、なに、こんばんは、そう、また来ます、ぜひぜひ、やばい、いちごに誰か気づいてくれた、ありがとう、いちごに気づいてくれて、私が得意な言語いちごって言ったんだけど、ちょっと誰も触れてくれなくて気まずかった、なんかありがとう、え、お話かありがとう、いちごって去年は甲子園で応援してたの、うん、してたよ、甲子園までね行って応援してた、確かに難しいよね、順番が回れば、え、ほんと、見る見る、ミリアケイさん、え、おいしそうかも、ごめんなさい、ブログ大丈夫、ブログに集中できない、私たちが一回静かにしよう、ちょっとじゃあみんな30秒静かにするね、いくよ、できた、おめでとう、二人が黙ってくれたおかげ、勝手なまるね、リエナ is too slow to write vlogs、 いやもう日本人だから英語やめて、できた、イニアダインドジャグ、あれならね、いつ見ても聞いちゃった、ね、イチゴで、イチゴ可愛い、笑いして結婚しようはなんていうの、どういうこと、来世結婚しよう、来世、来世結婚しようはイチゴで、来世結婚しようっていう、いちご連やばい、やっほー、きまず、あついさん、花色ありがとう、チアはしませんよ、私は、 You are suitable to be captain? Me? No,
STU48 キャプテンイズみーちゅーさん、みーちゅー、吉平さん、花びら、ありがとう、たくさんありがとう、え、いっぱいだ、ありがとうございます。くのすけさん、ハート、ありがとう、やっほー、え、大丈夫これ、カミリアケイさん、花びら、ありがとう、大丈夫、私のとこにも来ましたよ、デイモンさん、花びら、ありがとう、カミリアケイさん、大丈夫、さん、大丈夫、大丈夫、ありがとう、ありがとう、タツイさん、花びら、ありがとう、おめでとうございます、ね、そう、甲子園、私の母校が甲子園2回戦突破しました。で、あと何回勝った、あと1回勝って、まひなさんの僕もあと1回勝てば対戦、え、何回勝ったら優勝、あと8ってことは1回、2回、3回勝ったら優勝、うん、でもなんか去年優勝してるんだよね。じゃあシードとか持ってた、わかんない、わからんのかい。いちごは可愛い、結婚をしたい、めっちゃ日本語日本語だね、うん、こんばんは、こんばんは、バイバイ、ありがとう、僕はの応援配信、確かに、でもさ、その時間にさ配信でき、なんかいろいろレッスンあったりとかする系さ、難しいんだよね。え、どうなんだろうね、明日、僕の行ってた高校は山梨学院に負けました、あ、すいません、勝っちゃいました、お前何もしてないやん、代わりに応援してあげてください、山梨県のことを。ちょっと岡山、ちょっとまたブログやります、ねえ、そんなに何をそんなに、ないそこらでさ書いちゃいけないこと書いてるね、愚痴でも書いてる、強いよ、ね、めっちゃすごい、そう、いや強いよね、コシアンシードないんか、なるほどね、今日とこ、さバスケとかだとさ、バレーとかだとシードあるからさ、ありがとう、花びらをさくれて、ありがとう、コシアンはないのか、絶対アバター作るね、待ってて、 You will be 4回目ぐらい、何回目、Oh really? 4回目の修正、4回目、やばいやばい、あなたはすごい、ズーデスさん、さっき予言されたんだけど、あなたはいつの日かキャプテンになる、なるでしょうって、あ、いちごはキャプテンにふさわしいですって、あ、天気勝ってる、春は5回勝ったら優勝、1、2ってこと、あと3回勝ったら優勝か、あと1回勝って、まあ、ひなさんの僕もあと1回勝てば、まあ、またやり直しないようなんです、あ、予選はシードあるの、山本さん30日までの順の剣の、また静かにするタイム入るかも、ゆうなさんか、確かに、じゃあ教えてください、静かにした時は、はい、何を、うん、静かになるタイム、こうして、あ、オッケー、え、ちょっとじゃあ静かになるタイム入っていいよ、はい、よーい、スタート、じゃあスクショタイムということで、じゃあちょっと1分待って、オッケー、え、待って、ちょっと待って待って、とりあえずちょっとあのコピーさせて全部を、あ、私が喋ったら、そう、一回黙って、黙って黙ります、何の豆か見てて、できたができたできた、おめでとう、ありがとう、よかったよかったよかったです、どうしてもう一回来たやり直し、さすがに大丈夫、ダメなこと書いてんのね、福岡は初戦負け、そうなの、じゃあ山梨応援して、みんな応援する、写真撮ったらしい、私も撮ったもん、載せてないだけで、載せるね、やっほー、痩せたな、私太ったんだけど、なんなら体重計今日乗っとったよね、Maybe I don't know、大丈夫大丈夫よ、 Maybe 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 maybe、 ミニバードさん、花びらとお団子ありがとう、こんばんは、ガートさん、花びらありがとう、花びら、これ花びらじゃない、ウィンク、カラコンピンク、あと2回ですよ、さすがに大丈夫、こんばんは、誰もありがとう、明日ギリギリ攻めてる、前の認め、ありがとう、見られるので、日に日に可愛くなるのはなぜなんぜ、え、なぜなんぜ、そんな疑問に思うようなことだったってこと、いいな、もうバズるなよ、フィレ組にしたんか、ワイイズゼロのありがとう、バックグランズさん、あいつ2校出て2校初戦入って、そうだったの、岐阜はね今年出てないらしいから、瀬川さん、桜の花びら、インジャパン、インジャパン、バックグランドサウンズ、はあ、めっちゃ可愛い、の普通なんか、うん、ね、あとイチゴのとことさ、花びらありがとう、イチゴの通ってたとこと、まひなさんの通ってたとことか1回ずつ勝てばさ当たるらしいじゃん、すごいよね、まひなさん一緒に見たい、それはただ一緒にいたいだけじゃないの、正解
メイクが上手くなったから、え、今日メイクこれ適当なんですが、こんばんは、大丈夫、コメディア K さん、花びらありがとう、大丈夫、お疲れありがとう、 Why there is no backlight、 お団子ありがとう、ジャパン、インジャパン、オルソー、違う、ノットオルソー、ノットオルソーってどういう意味、片方は、あ、マヒナさんの母校に負けたのね、そうだったのね、なんで、インジャパンノットバックグラウンド、憲法違反って感じ、インクかわいい、あれは結構今だった、え、なんでそういう悪口言うんですか、そういう時は前も可愛かったけど今の方が可愛いねって言うんだよ、分かった、分かった、じゃあマイク最後もう一回コメントし直して、やっほー、秋野さん、花びらありがとう、このキャンペーンって団子のギフトがされる、アバター30万ポイント達成のアバターの方に加算される、花びらは新人枠もどっちも加算される、I won't do licorice a song in that okay? ありがとう、カラオケってこと、シングシング、ヤーピーさん1回戦で負けた、神宮家さん京都外大西芝居、え、そうなの、ありがとう、え、50分かけてでもすごいよ、甲子園に出るっていうこと自体がすごくない、いいねそれは、ありがとう、ドクター花びら、エンパラさん、桜の花びら、ありがとう、一番可愛くなるのはクルさんに恋をしているから、してるの、違うよ、クルさんはもうそのひなさんじゃないの、いや、そうだよ、私が恋してるのはひなさんだよ、太ったの、そう、太った1キロ、1.5 キロぐらい、いつも可愛いけど今日も可愛い、それが一番いい、僕は創設90年だけど、あ、そうなの、野球部か、高松愛ちゃんさん、お互いありがとう、素材がいいからねぐらいに言えるようになれば本物、違うよ、そういう時は元から可愛いし、今も元から可愛いけど素材がいいから今の方が可愛いねって言うんだよ、分かった、約束、はい、ありがとう、可愛いよ、ありがとう、ハローありがとう、高松愛ちゃんさん、ありがとう、今日はちぎれ大丈夫、え、大丈夫ない、ちぎれ前髪です、ミヤッキーさん、花びらありがとう、あ、ゆいながさんも配信終わるまでさ、あと、え、そうだよ、なった瞬間もう映れないよ、そう、もう映んないですね、私が悪い、え、なんかやりたいことある、先やっとかな、トランプ、あ、そう、トランプやりたいって言ったね、え、どっちの、七並べの方、どっちの方、マヒナさんと戦ったら、マヒナさんが負けたら気まずい、いや、私が負けても気まずいから、結局気まずいよ、Trying your hair will it become 可愛い hair? もう一回ブログやります、こんばんは、ありがとう、なら、ありがとう、キヨイさん、お団子ありがとう、にぎやか、教育サイに来ました、え、教育ですか、わかりました、じゃあもしコメントしてて推しが教育を入れたら教育に従ってください、違う、ユニアのものじゃないよ、普通にそんなんじゃないです、拗ねてないです、今の顔めっちゃキモ、 No, it's just a back soundあれ、ジェスバックサウンド、ノーノーバックサウンド、バックサウンドを流したら、お、あのマネージャー、マイマネージャー、うん、うん、怒っちゃう、アングリー、こんばんは、こんばんは、お疲れ様、お疲れ様です、カズさん、お疲れ、ありがとう、ディーディープリ、はや、クルさん諦めたのか、それが正解、え、違う、クルさんがもう本当に、じゃあ七並べする、本当にクルさんに嫌われてる、ちょっとブログもう一回やる5回目なんでそんなダメなの、見せて、何がダメなのか教えて、なんか後で言う、おくん気になる、普通に5回目の直しは、あ、岡山県民の方、直すなことないよ、今日山梨学院さんが岡山さん勝ちました、でもマジか、まあ、静かにしてほしいって聞いて、そうよね、岡山県民の方からしたらね、静かにしてだっていや、読んでからでいいよ、読んでからにして、じゃあ山梨学院のこと応援してあげてください、はい、静かにします、じゃあスクショタイムです、はい5回目だから5にそこ、大変だ5回は毎回そういう感じ、いや、さすがに今日だけよ、こんなにちょっと待ってください、何があった、静かにしてって言ってんのか、静かにして、それをやめて、ね、口にひっつけないで、キモいキモいって言った、
できた。できた。できた。話せます。山梨学院、いや山がない学校だからそれじゃん。山梨。昨日も可愛いし今日も可愛い、きっと明日も可愛い、素晴らしいコメント。5回のオスタブログ明日楽しみですね。楽しみですね。どんだけギリギリ先生ね。めっちゃほら私の教育の結果がこれだよ。昨日も可愛いし今日も可愛い、きっと明日も可愛い。うん、来年も再来年も卒業する時も卒業後もずっと可愛いよ。雨が降っても雪が降ってもみんな可愛いよ。聞き直ししたことないかも。とりあえずよ。会ってもないと言えってこと、言えとは言ってないけど。聞き直しは一回もないわ。言ってくれたらピースって感じ。漢字間違いが一箇所あったからここに直したくないわ。え、私何も言われないでなんか結構分断されることある。え、マジ私びっくりした。漢字間違ったままなんか上がっちゃったことがある。でもさ、なんかさマネージャーさんによってさそのゆるさとかが違う。ああ、ある、ね、差があるよね。 N700 さくらさん、さくらの花びら頑張って桜の花びら、ね、やっぱ山梨県民として応援したよね。私は母校だし、山梨県頑張ってね。母校、え、母校とか言わないで、ネタバレやめてくれますか。母校最上級、最上級に可愛いよってことねえ。七並べをしよう。七並べ6回目もうね、ごめん今になる6回目、OK、また、あ、OK、来た。あ、よかった。昨日から前髪、うん、ちょっと直した。ちんならめしね。でも、うちうち可愛いな、クレさん。いや、そりゃそう。なんか傷ついた。そう、修正は今日もゆいにゃん。あんまりないかも。なっちゃん、魚のハミヤ、魚のさ、いいよ、ちんならやろ。ありがとう。時間なくなるからね。待って、する、私もする。もう待って。ビレースさん、ありがとう。確かに、今日の可愛さなら強気でもいい。あ、いや、いいコメント、ありがとう。こんばんは。そとかめっちゃ生きてるみたいで、本当にカスミンが配信始めた思った。みんなほらさん、さくらの花びら、ありがとう。語尾になんよく使うよね。マジカーナーさん、ありがとう。ジュアルってありがとう。イチゴ is always cute but she's cute today too。 ナイスイングリッシュコメント。カミヤケさん、手のこのかパパ、ありがとう。さんの服と後輩に習われたのかな。秋元さん、ピアノ、ありがとう。秋元、私は行きましたよ。ピアノ売って、クレさん、いや見えんよ、ゆいの全然似てない。ゆいなが、もういいから、もういいから、ソーリーよ。いいよ。サラサラスカイウォールズさん、ハートありがとう。保育園やばい、フォローありがとう。おきさん、松田レンボさん、ありがとう。岐阜県出てないらしいね。好きな子にはツンツンしてるんだよ、男子という気もな。そうなの、じゃあツンツンしてるの、みんな今ツンツンしないで。ニャッヒーさん、ありがとう。花びら、あ、大丈夫。神谷圭さん、花びら、ありがとう。もう大丈夫か、心配になっちゃうから。それは心配なんだ。え、本当にありがとうございます。え、団子、ありがとう。花びら頑張るね。夏休みの宿題さ、最終日にバーってやってた人、それとも最初終わらせてた人、ね、コツコツ系。最初やるけど途中からやらずになって結局最終日にやるタイプだった。出さない。出さない。やばいから。出さないのやばい。あつさん、花火ありがとうね。配信始まった。ちょっと待って。それはリンカさんの言ってる、特にそうなんよ。マネージャーさんの言ってる、違うんです。あ、もう違う。ゆるさが。あおさん。ゆいにゃんよりもくれさん。いや、そうな、どっちの方が可愛いとか存在しない言葉を使うのやめてもらえますか。ジョコちゃん、歳を重ねて美人系アイドル。美人系アイドル。よしこっこくんさん、花びらありがとう。I'm play STU48 ゲームな。確かに、もうギリギリになったらパタンって言って、この下から出ていくんだ。とりあえずだよね、前前もこの下から出ましたから。あ、ノーノーノーサンキューノーサンキュー。ちょっと待って、今ログインしてるから。私じゃないかい。ゴールデンベッドタイム、確かに今ベッドタイムやん。だから10にしたよ、私。やろやろ、確かに。私もじゃあログインします。3人と3人対1人になるかな。あ、ね、オッケー、できましたか。こんばんは。見るたびに可愛さ更新、並べをしたいの。できるように頑張ろう。七並べをしたいの。解決七並べ、え、今からね、七並べするんよ、3人ね。だからよかったらみんなも七並べしてください。しよう。当たるかな。やります。サッチーとクルシャンはもう許さない。あの2人はもうイチャついて、気づいたらもうほんまに無理。せーので押すの。待って待って、今日はお家帰れるの。帰るよ。ねえ待って、見て、もう見て。ダメだよ、画面見せたら。そうもういいよ、やっててもやってな。多分これめっちゃ時間かかるから、やってっていいよ。
じゃあ1回やる。3ヶ月ぶりぐらい。せーの。もう行ってかれた。あ、当たった。当たったね。めっちゃすごい。勝つわ。ねえ、ログインして頑張って。尽くしとこう。Do you have Instagram の I have X かっこ Twitter only。ニバードさん、おだんごありがとう。え、ゆいなすご、1000% 超えとるやん。超えてるよ。いちごちゃんのコピー欲しい。家にあったら楽しい。いちごちゃんのコピー、ドラえもんシステム読めて。スナーベをやってます。ニバードさん、花火ありがとう。じゃあコピーは、こんばんは。禁止。何秒とか合わせないの。うん、せーので。シーロさん、おだんごありがとう。何秒とかちょっと難しいからね。一人だったらするけど、みんなとやっと。並べ中。Like I follow your Twitter later. Oh, thank you. My. 待って、ゆうな見えちゃうかみんな。My Twitter. 見えちゃう。My Twitter. In my showroom profile. What follow me? え、宝箱さ、あれさ、あの置きたくない場所にさあってもさ、宝箱あったら置いちゃう人。え、置かない。宝箱別におまけ的な感じ。え、わし置いちゃう。単純。なんかさ、置きたくない場所でもさあったらさ置いちゃうんだけど。私の七並べがログインしてくれません。こっちショールームにしてさ、こっち七並べにしたら嫌です。え、あ、来たかも。こんばんは。えーい。え、すぐ開いたら、あ、やった宝箱ゲット。しみさるさんの敵だった。え、じゃあいちごのデッキも作っといて、したらいいよ、したらいいよ。あ、開けた。あ、できた。いちごもできる。え、これ画面見せちゃダメなの。うん、ダメなんだよ。なんでダメなの。こんなに可愛い今ひなさんを見せちゃいけない。あ、これはもうさすがに1位かもしれない。ちょっと、あ、上がっちゃった。2位です。どういうこと。あ、3位です。これは私の七並べの待機画面はまひなさんのウェディングドレス。私ずっとアナさんだったのにさ、アナが卒業されちゃった。頑張って作る。作って作ってください。次どうする。それ何分にする。次の時間にしようよ。じゃあ48分になった瞬間に予想。あ、なった。あ、49分になった瞬間。 OK。 じゃあ49分になった瞬間ね。もう時間のとこしか見ないから、49分にな、え、一回さ、このこれにしといて49分になった瞬間にってことだよね。え、私ここで見てる。あそこで見れる。49分になった瞬間に。え、じゃあ私もゆいなので見る。え、でもさ、か変わったら分かんない。確かに。まちゃまこさん、ゆいなを押して。ありがとう、いっぱい。ありがとう。ゆいなに押してもらいます。49になった瞬間にね。49になった瞬間に。49になった瞬間に押します。49になった瞬間。花見の署前、ありがとう。七並べ運が良ければ当たれるかな。たくさんありがとうございます。めっちゃ配信でしてるからさ。めっちゃシャワーだよ。ありがとう。今七並びしてるの。ありがとう。花束、花束じゃない、花びら。ありがとう、なちゃもんこさん。 Thank you。 え、ありがとう、たくさん。シャワーが止まらないから。ありがとう。49になった瞬間。タンタンさん、ありがとう、花びら。え、もうほんまにありがとうございます。49になれ、49になれ。まだでもあと30秒ぐらいありそう。ないか、20秒ぐらいありそう。頑張れ、ありがとう。こんばんは。なった。どう。違う。わかんない、わかんない。違うくね。あ、いちごある。いいな。私だけ違う。ありがとう、花びらたくさん。本当にありがとうございます。アバター作るね、絶対。私のファンの方いらっしゃる。一人シャワーともな。リクツさん呼んであげて。うん、それはそれ、それな。いちごと当たったかも。ありがとう。私のファンの方2人。今七並べしてるんですけど、ゆうなんと当たった。ゆいも当たらなかった。ありがとう。もうほんまに花びら止まらんからありがとうございます。え、当たったね。ありがとう。でもうなんか申し訳ないレベルでありがとうございます。ずっと振り続けてる。すごすぎる。あ、ゆいにゃん推し。あら。ありがとう、花びら。もうありがとう。心配レベルだからありがとう。心配だ、それは。なちゃんもこさん、ありがとう、花びら。え、だいぶなんか押してる途中に寝ちゃったとかじゃない？大丈夫？押しながら寝ちゃった。すごい、めっちゃ花びらシャワー、ありがとう。今私ギリギリ生きてる。ああ、置いてください、
もしかしてだけどさ、もしかして4位だった違ったら気まずいんだけどさ、花びらタワーしてくださったりしてる、そんなところある、もしかしたらありそう。あ、なんか通信切れた今。母島正幸さん、さっきの花びらありがとう。私4位だった全然出せなかった、ありがとう、悲しい。え、もしそうだったら後でコメントしてね、ちゃんとお礼書くのでお待ちください。あ、間違えた、間違えてない、何も何も。人参を買って、待って、凄まじい時がある。やりこちさん強いもんね、めっちゃそういうの。ありがとう、本当にありがとうございます。もうすごいすごい、もうありがとう、もう、匂いが。あ、ニャイスをしてるもん、ね、私のやつだ。推しの方が花びらタワー以上の数かもしれない、かも。 あれ押したと、え、ねえ、ゆうの、ねえ、通信悪いねえ、すごい全文字合ってたじゃん。いちご早く出して、ね、押してる、あ、切断されちゃったコメントありがとう、悲しいです。ちょっとスクショしておこう、ね、ありがとう、花びらたくさん、テンパ悪いよ、ありがとうございます。本当にありがとうございます。受ける？なんで受けてるの？受けはしないよ別に。ちょ、51を大量に押してる今。もう電波悪いねってだけでいいでしょ。そんなコメントしないの。ありがとう、あおさん、松さん、花びら、ありがとう。え、本当にありがとう、全員さん聞いたし、すごい、それはすごい、ありがとう、花びら、のちゃまこさん、花びら、おお、もうすごい、もう花びら止まらん、ありがとう、え、もうもうもうすごい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 、花びらが止まらないよ、すごいすごい、最終日、最終日で、最終日、最終日、イベント終わる10分前今日最終日レベルで花びらが、今日2日目よありがとう、みんなバースト、ゆうなん、ゆうなんといちご、いちご早く出してあ、来た、来た、来た、いていちご、あ、そう、でも1、2、2、1じゃん、ありがとう、花びらたくさん、私はあと1回か2回しかできない、 L26、 やば、ありがとうございます、本当にありがとう、ゆうなんと初めて会ってた、じゃあもこさん、ありがとう、え、そう、今正午ゲットした、明日か、うん、明日かな、明日ちゃんとお礼書くのでお待ちください。なんでだろう、タワー分投げてくれたんか、1回目じゃなくて、ありがとう、タワー分、ありがとう、79人の日、大シャワーだった今、すごい、ありがとう、本当にありがとう、 Thank you です、花びらタワー、おもちゃありがとう、絶対アバター作るから待ってて、アバターおしゃれできた、ありがとう、友達がクリシャンの配信に行ってしまった、いちごちゃんどうしよう、じゃクリシャンの配信見終わったらいちごちゃんの配信見てねって言っといて、ありがとう、次何分にする、ありがとう、54分になった瞬間に予想、ありがとうです、ありがとう、54分になった瞬間、54分、 OK、 うん、いや見れなかったから、次がラストかも、見えなかったから、ね、ってこと、どういうこと、ありがとう、54分になった瞬間、嬉しい、ありがとう、54分になった瞬間で、54分になった瞬間に押します、アバター作る、まんじ、もう出遅れてるから、出遅れコーションになっちゃった、出遅れコーションしました、あ、あ、こんばんは、ゆうな推しの方が2人いるわよ、あ、ゆいにゃん、ゆいにゃん、あ、ひなさん、ひなさんだ、ちほさん、ゆうなん、ゆうなん、ほんまにありがとうございます、どう、ゆうなは、よし、ここのルームで1位になる、ゆうな推し、みなみさん、私、ニャイスめっちゃ推してる、どうしよう、ニャイス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 、出遅れちゃった、そしたら一人いた、え、そう、すごいよね、甲子園、もう出遅れコーションって感じ、もう出遅れコーション好きな、そう、イエーイって返しとこ、そこは出遅れでいいやろ、そのほんまにそれ見て、これ押したらさ、カード大きくなるんよ、知ってた、え、知ってるよ知ってるよ知ってるよ、ペンさん、桜の涙、ありがとう、ちゃんとお礼します、待っててください、確かに配信ラグがあるから確かに、え、これさ、勝手にさ、たまにさ、通信がさ、切れることってあるじゃん、あるある、そしたらさ、あれ勝手に出してくれるらしい、ボットが、ボットが、ボット
AI ってこと。山梨夏も出るんかね。ゆいなバズれやった明日よ。明日バズったよ。バズったよ。バズったよ。バズった。バズったもん。バズったよ。バズってないけど、うん、今ここにいる3人揃って4万ポイント超えです。すごっ。もうやっぱもう本当にありがとうございますしか言えないですよ私たち。バーストバーストショット。バーストショット全然出せなくてパス。あら感謝感謝です。私今回ワンチャンある。ワンチャン。ガーンって押すとこバーストしちゃいました。高橋さんハートありがとう。やっほーやっほー。俺はいらないよ。いつもたくさんします。いや無理。お礼するから絶対。待ってて。お礼するかしないかの戦いしようじゃ。私は絶対にするから待っててください。出るかな。いやでも厳しいかな。ありがとう。夏は県予選で勝たないと。そう。春はさ選抜やけさあれだけど夏はね分からんよね。やっほー。当たってないけどね。じゃあ大体夏も寝る。負けちゃった。あ、2位だ。2位だった。2位。ビスのやつ出とるやん。見た。普通に迷惑。リア中とかさっちとあのオフショット見せてもらった。山梨学院はでも可愛い人多いよ。リア中めっちゃ大人だ。待ってビスも可愛い。ちょっと待ってビスもうろちょろしてるから待って。男女読みだけしちゃいます。うろちょろしてる。謝罪ってこと。17回いきます。17回謝罪謝罪のみでさん16位。ケピさん14位。レグルさん12位。アミアンさん13位。佐藤さん12位。ヨシミさん11位。ナルミあと関東ラダーセバスさん10位。ヤオタとつまみさん9位。なっちゃん8位。タカケイさん7位。キヨニーさん6位。スマンデさん5位。ありがとう。5位。ズーデさん4位。ウマちゃんあとヤミーさんとおつまみそう。3位の3位。お、ユミヤ毎日可愛いね。コーラさん。3月27日。山口さん。そして今日の一夜。まで配信するの。すごいね。どこ。はい、今日のランキング1位はカミリアケイさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。いえ。ピースピース。ありがとうございます。ユイニャのファンになっちゃったんだ。メイラが来てくれてありがとう。デモンスカッシュの飴食べたって。さっき私は今日追加で2袋買った。てか買ってもらった。でも美味しくない？でもね。噛む飴だったよねやっぱ。おやすみありがとう。ユイニャあと2分したらモザイクかけるから私たちが。アイス並べ。ごめんなさい。もう質並べ。最後の質並べしようよ。あ、最後の七並びしよう。じゃあ59分に最後の七並びをします。59分ぴったりに押します。はい。ゆいのはもうそのもう、うん、落ちて落ちるわ。切れた瞬間落ちて落ちる。こんばんは。59まだかな。59分になったら59分になった瞬間に七並び。多分途中でな消えるよ。途中で消える。ちょっとさこの画面から動かないんだけど。もう59。私ギリギリいけないかも。柔らかめの飴だったね。美味しいよね。そう58。でもいちごミルクの方が好き。58です。58です。苦手なの。押せない。シュウさんハートありがとう。58。押そうね。59になった瞬間が好き。できそう。できそう。59だよ。そろそろだと思うよ。花びらもありがとう。シュウさんありがとう。そろそろか。あ、来た。押した。ワンちゃんあったかも。ワンちゃん。いや違う。でもこれさ3人気やってるからさ当たりにくいけどさ、ファンの方からしたらさメンバーと当たりにくい。待って推しのカードにしてくれてる方がいる。あ、なちゃまこさん。いちごのファンの方。さっきシャワーしてくれた。あ、私のファンの方いる。そう今はあと1分で私消えるからね。そうね。くるくるっとしてる。私もくるくるこうしとこうかな。いちごミルクの飴買ってよ。いちごミルクの飴本当に大好き。やばいタイムオーバーだから。やばいから。タイムオーバーって何。タイムオーバー。そうユーニャン隠しとか私ここで。よろしく。ペンライト振ってる。いちごのところは？頭映ってるけど、まあ、最悪こういくから大丈夫。あ、人参だけ映ってた今。最後は声だけ。ありがとう。じゃあね。バスの氷に振っとけね。明日はお昼ぐろごろと夜2時1時過ぎてからだと思います。人参だけ映ってたもん。そうか、お昼できるんや。そう。そっか。春休み期間なので。もう5%しかないって言われちゃった。ふうさん。ハートありがとう。